皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の黒崎由紀です。これより第2回ファズカップ第3節 A 卓 1,2 回戦目を行います。ルールシステムはテロップまたは概要欄をご覧ください。本日の対局者はこちらとなります。はい、今日はね、2節目がこれから始まるっていうことで、はい、ね、どうよ、ここまで。ここまで、うん、僕個人的にはまだトップがないんですよね、うんうん、はい、なので、まあ今日ちょっとトップ1回は最低取りたいなと思ってます、うんうん、まあ、うちのチームね、結構練習、みんなで集まってやっててね。そうですね、はい、まあ私から見ても、まあ十分な3人全員、うちのチーム多分全員リーダーになってもおかしくない人間が集まったチームなんで、まあ負けることは多分ないと思うんでね。そうですね、うん、うん、はい、まあ、ただやっぱりね、トップってなると多少時の運もね必要になってくるんで、絶対トップって取れるかは分かんないけど、まあラスは多分ね、ほとんど引かないまま予選は通過すると思ってるんで、まあ安定したね、なんだっけ、精度の高い、解像度の高い、解像度の高い麻雀を、ね、はい、皆さんで見ていただけると思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、松本チーム松屋です。今日初めて4人全員揃いました。わーい。わー、じゃあうちの秘密兵器、どうも、新入社員も渡るです。よろしくお願いします。このリストバンドみんなついてるんですけど、みんなこれ松本よし、僕もかなり長いですけど、新入社員は半端じゃなく、ちょっとアップします。お願いします。 SHI、SHI って言ってるから、ちょっとわかんないからね、これね。 CC で6文字使ってるから、もうめちゃくちゃ長いの。糸の無駄遣い。そう、だから、まあ今日、打つと思うんで、その今日初登場、多分見たことない方も多いと思うんですけど、もうめちゃめちゃ頑張りますね、今日。マジなんで1、2名来なかったんですか。正直言えないけど正直言えないですね。いや、うちのチームは僕が申し訳ないことに外してしまった後に選んでしまった3人なんですけど、もうチームワークは抜群で、だから多分優勝すると思ってるんですよね、本当に。なんかすげえ強いと思うんで、僕ら優勝するとしたら協会は層が厚いってことだ、うん、確かにね、なるよ。もうまだ見ぬ人たちがいる、うん、で今チームがポイントがプラスマイナス0ぐらいなんで、まああと12回ってことですよね、うん、12回あるんで、まあ全然、まあ、プラスマイナス0は多分決勝行きだと思うんで、まあ100、200と上積みできればいいかなと思ってます。今日なんとかプラスでね終わって最終日つなげたいと思いますので、応援ご視聴よろしくお願いします。お願いします。チームルミラスの黒崎由紀です。チームルミナス坂本太一です。はい、富本さとみです。ラッキーハゲです。ラッキーハゲです。どなた様ですか。木原さんです。木原と言います。はい、うちのチームは今マイナス100 20ぐらいですよね。はい、なんですけど、まあ全然ね、まだ今日1日でプラマイゼロに持っていけると私は信じてます。みんな頑張ってほしい、ね、まあ、3回トップぐらいを目指して、うん、2回トップで、まあ、あとトントンぐらいで、うん、ちょうどプラマイゼロぐらいじゃないですか。そしたら最終日に上4を目指せると。まあでもあと何回でしたっけ。12回。12回。じゃあプラ300になることもあるわけですね。そうですね、はい、うん、はい、というわけで、ね、うん、はい、ちなみに今日のトップバッターはどの。はい。なんか力がないんですけど。いや、気のせいです。みんな超やる気満々。なんか1時に起きてるんだよ、今日。1時起きる時間ではないですよ。夜、それは寝てないって言うんじゃない。夜1時。夜10時に寝て、うん、1時に起きてる。3時間睡眠。おじいちゃん。本当に。そんな早くから起きて気合い入れてきたら負けるわけがないと。で、まずはワントップ目は硬いって感じ。硬いね。はい。で、そっから木原さんに打ってもらって、
まあ今日でみんなそれぞれ3回ずつ打ってっていう風になるから、その後にまあ調子とかで決めていこうかなと思ってるんですけど、まあね、みんないつもネットで検討会とかやってるから全然みんなトップ取るから誰が打っても大丈夫だと私は思ってます、うん、はい、余裕っすね、はい、うん、大体ネットの検討会ね、なんかちょっと調子悪かった人いたような気がしたけどまあ、ご連絡聞いてた人もいるけど大丈夫です、頑張るぞ頑張るぞはい、おはようございます、おはようございます、おはようございます。現在最下位ですか？そんなことがあるんですか？そんなことありましたっけ、うん、私トップだった、私トップだった、私は4と3だけ、4、4と言っちゃう、僕も4と言いました、え、そんな逆転じゃないですか、僕らやばすぎだね、これはやばい、エースです、待ちますね、我々じゃあんですよ、吉田屋の店長は店長ですよね、店長、店長を、うん、バイトリーダー、うん、多分あの新人アルバイト、新人アルバイター、はい、私、お客さんぐらいの気持ちだったね、どう見てもお客さんですよ、一番だよ、それはめちゃめちゃある、まあ、それはいいんですけれども、かつて稀に見る不調に見舞われてますね、皆さん、確かに確かに確かに、下振れ引いてますね、下振れ引いてる、いや、前回優勝者のだってね、田本さん優勝者、優勝者も成績1位だね、はい、だってすいません、ラスラスなんて、すいません、足を引っ張って、いやいやいや、でもね、さすがにさすがにこのまま終わらないと思うんですよ、さすがにね、終われない、ね、さすがにね、え、全員トップ取りますよね、もうね、もうダメさすがに、ね、我々は今日もう必ずトップ取ります、必ず1回はトップ取ります、ですね、もう帰れませんからトップ取らないと、トップ取らない、解散できないですから、厳しい、はい、厳しいことになりましたね、はい、もう1回トップ取ったから言いたい放題、ね、でもみんなでトップ取ったら今日プラスになれるんで、うん、確かにね、頑張っていきましょう、はい、頑張ってください、というわけで皆さん応援よろしくお願いします。はい、これより第2回ファズカップ A 択9回戦が開始となります。実況は私さつきまりこ、解説は吉田元就さん、松本義弘さんになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、9回戦目はどんな試合展開が予想されるでしょうか、というか、はい、あれ、吉田チームが今マイナス199、197.3、97.3、やばいですね、はい、でも黒崎チームもマイナス127.5、はい、チームルミナスですね、結構きついよね、はい、きつい、で松屋は、まあ、あ、ごめんなさい、プラマイゼロぐらいにしないと危ないもんね、はい、うん、多分8分の4だと、はい、プラスマイナスゼロはいける気がするんですけど、うん、はい、まあ単純にあと20回戦だからあと10回ぐらいですよね、うんうん、11回、これ終わって11回、だからまあ 197.3 だと、まあ、半分ぐらいトップ欲しいですよね、欲しい、はい、下手すれば半分は言い過ぎだけど、まあ、4トップは欲しいんで、4トップ、うん、他がラスない条件とかになっちゃうんで、まあ、5と考えると、うん、まあ、一戦一戦落ちるごとに敗退確率上がってるんで、はい、まあ、結構ここも大事な一戦ということで、田之内さんには今から出る田之内さんなんですけどね、プレッシャーですね、リーダーは行かなくてよかった、いやいや大丈夫でしょう昨年のチャンプですからはい、っていう感じで、まあ結構ね A リーガー全員揃ったんで、うんうんうん、楽しみな対決になりますね、はい、それではこれより第9回戦開始となります。第2回ファズカップ A 択9回戦スタートしました。トン1曲、あれ、もうこれ喋っていいのかな、あ、よろしくお願いします、しましたね、はい、はい、ちいちゃから木原浩一、なんちゃ田の内翼、しゃーちゃ下石劇、ぺーちゃ岸武樹の座順となっております。ドラはローピンです。めちゃくちゃいいじゃないですか、お親の木原の手がいいですね。田之内さんちょっとねトントン言ったんですけど、本一いけなかったらちょっと点数安そうなんでね、はい、下石も123の3色なんかが見える手でしょうか、うん、わあ形は圧倒的だ、岸さん、はい、おおすごいすごいすごい、すご すごいドラローピンで1通見えてましたよ、見えてましたね、いやこれちょっと歌舞伎ましたね、歌舞伎すぎ、これ、はい、歌舞伎すぎの可能性ちょっと出てますよまあ当然結構高打点は狙えるんですけど、多分まあ
あと初泣きたいんですけど、初一切れなのがちょっと気に食わないです。うわー、超重ねました。これはずっと圧倒的にこっちの方が上ですね、うん、シャーペン残ってた方が安全度も高いですし、はい、守備にも使えるということでしょうか、うん、さあチーピンが重なってこれで3と1あ、チュン、そうだ、ポンでした。マンガインシャンテンですね。はい、騎士がチュンをポンしてイーシャンテンですね。まあ、周りもやっぱスーピンピンのドラーリャンメンターツ、うん、洗った後異様ですね。まあちょっと本一っぽいですけどね、はい、一切れのペー出てくるとちょっとスピード感感じますよね、うん、どっちの色かなと、うん、まあ、あとトイトイも一応否定されてないけど、うん、あ、これ出るわ、一切れだから。ただこの初はいや、泣く、はい、初も仕掛けてイーシャンテンからイーシャンテンへ、うん、どれ引いてもマンガンより広くなりましたね、うん、総勢1から9まで全部点々、はい、親の木原が、あ、ごめんなさい、あ、あのウーワンを入れてね、今イーシャンテンになってます。木原さんもね、もうチーテンのパーカーとかね、うん、ポンテンも取りそうですね。なんか、うんうんうん、ピンズだけは待ち取り優秀ですからね、今岸さんの仕掛け受けて、ええ、ええ、総塚マンズはまだわからないんですけど、これももうとりあえずウーワン切るしかないのか、はい、はい、次映る木原が、あのちゃんと泣くシフトにしてますね、うんうん、スーピンは泣くぞっていう感じで並べ替えてました。ス、うんうん、ーピンはね、もうないからポンの材料としてね、一応シフトが、リャンゾーポンとかもまあすると思うんですけど、はい、リャンゾーはね、総勢かぶってる、あー、これどうすんだろう、うん、一回、うん、一回収納、うん、はい、収納、ね、3万余ったんでね、まあ一応総勢の一色本線ですよね、うんうんうん、その時だったんです、はい、うん、あ、トンを田之内は仕掛けませんでしたね。うん、この形からはやっぱりあれですか。はい。下井さん、ちょっともうきつそうですね。リャンソウイソウソウソウズだった場合は結構全部はきつそうですからね。うん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 。あ、下井さん家は無理。はい、白は2枚切れでした。なんかきついから9ピンになるかトンになるか、もう一ヤンマ打つもありますけどね、一応イーシャンテン取って、はい、うん、こっちの方が柔らかいですよね、うんうん、ああもうちょっと受けってことですよね、これもう3色、うん、うまーテンパイ、はい、サブローソーのテンパイは騎士です。意外に結構いますね、サブローソー。いますか。うん、ローソー全部。全部。はい、3層が1枚。ということは、4枚。5枚。あれ ?5 枚。5枚ね、5枚ね。あ、すいません。皆さん間違えました。4枚になりました。大丈夫です。予測したね。はい。予測していきました。あ、ちょっと多かったですね。これ、お見事の進行でしたね。まあ、シャーペー、はい、あー、テンパった。リーチだ。あー、ダメだ。はい、スーピンが3枚切れ、はい、あ、助かった、逆に出なくなった、うんうん、チーピン、これギブアップですね、ナンは、うん、うんうんうん、これね、見事な信号、まあ、シャーペーね、残って先に切ってスーピンピンとシャーペー逆になったぐらいだったんですけど、はい、これもう押すでしょ、押せないか、ファーストキューソー取って、わ、リーチといった、ここでリーチといきます。木原の町はスーチーピンです。一応3色への手代わりなんかもあったんですね、うん、ローソーとか引いた時にね、うん、単純にね、もうソーズのめくり合いがね、うん、はい、ちょっとピンズ町3枚切れてる状態じゃちょっとめくり合いにくいってことですよね、うんうん、なんで1回ダマ手にしましたけど、スーソー打ったらちょっともう意味なくなっちゃうよって、うん、もう降りることないですね、キッソーも、うん、お互いに。さあ、スーチーピンどうでしょう、山に何枚残ってるのかな、3枚、うん、スーピン1枚、チーピン2枚、はい、ここに1枚来ました。あ、これダマテンだったら打ってたかもね、うん、うんうんうん、しょうがないです、でもスーソー打たれてるから降りるかもな、田之内さんそういうの敏感なんで、はい、守備に定評があるという、二元リーチみたいになっちゃいます。ああ、ローソーだー。はい、ローソーを掴んだのはリーチをしている、木原でした。役本一を騎士が木原から上がりました。8000点です。これはね、大きいというか、
なんかね、今のスーピンオピの払いみたいなのってなんか赤ありだとちょっと少ないですよね、うん、なんか教義、あ、それこそ教会ルールっぽいですよね。そうですね、うん、打点が赤がある分作りやすいからってことですか、うん、やっぱなんかいきなり赤とか引いたりとか、はい、なんかそういうルートを追うために形を一気寄せあんましないことのが多いイメージあるんですよね、はい、さあ、トンの2曲へと移ります。親は田の内、ドラが3ワンです。バラバラ、どっちだ、あ、逆にいいか、1,2,3,4,5,6,7,8,9種ありますね。9種10杯、これ結構いいんじゃないですか、はい、あー、満足いった。木原はね、あれです、あ、ここもすごいですね、赤さん親番ですしね、頑張りたいです。リーダー予選の時に木原さんは、国試を上がっていました。結構いいんじゃないですか、これ、はい、10種10種なんだ、9ピン E1 発、9ピン E1 発、誰も持ってない、あ、嘘、騎士が発を持っている。で、下石さんが9ピン、でもいっぱいいっぱいありますね、ドキドキしますね。とりあえずイーシャンテンぐらいになって、これどうするか、一通は見ない。こういうのもね、競技だったら、うん、なんか2ピンとか来て一通だけ残しちゃいとか、うん、あるんですけど、はいはい、これもね、赤とか泥大量に引いた方が嬉しいんで、はい、一応形柔らかく持ってますよね、うん、うわー、ペンチマン払いたい、柔らかい、はい、払いましたね、払ってきました。おー、差し歯の方も見えてきた、うん、数層引いて嬉しい、ちょっと嬉しいですね。うん、ただちょっと他が早いですね。岸さん初ポンテかかるんですけど、初ここに引かれたら、はい、初なくなって国士イシャンテになるんで、うん、岸さんもやばいですね。そうですね、うん、初残り1枚なんで、はい、その初がどこに行くかだけ、初ポンテの9ピンはね、うん、めちゃくちゃ強いんで、うんうん、初の行方いい装置いってる。これはね、うん、後からリャンゾノが安牌になると、うん、木原さんの現物ですからね、うん、はい、赤ウソを引いてもリャンゾを切れるとかそういうのもあるんですか、うん、あると思います、うんうん、あとやっぱ自分がパースを切ってるから、はい、なんかの捨て牌の情報、はい、としてウソを切ってもウッパスを通されるようにならないっていうのも大きいと思います、はい、あ、田の内ドラツも入りましたね、はい、うん、残しておくと 3,4,5 も見える形でしたね。あ、ほんとっすね、うん、仕掛けもありそうだから、関数ワンチーとかカンパスオチーとかね、うん、あるなら3ピン切りもありましたが、はい、へえ、面白い、これは、うんうん、リャンワン、どうするだろうな。でももう打点的にはね、十分、十分っていうことですよね、うん、ただリーチをしなきゃいけなくなっちゃうんですかね、数ワンもし引いても3ワン残しとくとダマにできたけどとかは、うん、あとカンパーソが悪いから、はい、カンパーソ今2枚切れに実際なったじゃないですか。なりました。多分外す用の要因として3ピンを払えなかったの方が正しいと思うんですよね。3ピンにくっつけてもう一度ピン図でやり直そうね、うん、ということですか。難しいですね。難しい、はい、渡りの3ピン残すのも痛いこれ言ってるとスッチも手羽入ってましたね、うん、なんかその仕掛け重視にしたら、はい、うんうん、どっちもあるから難しいところですよね。柔らかく受けた方が失敗するっていう難しい判断ですね。カンパスを悪いから泣けるようにするもありますからね。しもちゃんね、あ、かみちゃんの木原さんちょっとわけわかんない捨て牌してますからね、うん、なんかまあほぼ国士っぽいですよね、うん、国士なような気がしてきました。ただ木原さんが上手なのって、これリャンゾー統一落とし見せてなくてチートイツ否定しないようにしてるんですよ、うんうん、なるほど。リャンゾー統一1枚外して2枚目のリャンゾー打ってないじゃないですか、はい、打てないです。あ、これでね、もう時間の問題でパースは2人現物なので、はい、持てないって判断だったんですけど、うん、丁寧ですよね、これ木原さんのリャンゾを見せなかったのも、はい、うんうんうん、なんか国士いる時って、はい、めちゃくちゃ自敗いっぱい切りたくなりますよ、はい、早く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 、なります、先に先にってなります。多分それをさせないようにしてるんじゃないかな、うん、あ、騎士が天牌を入れました。町は老朽ピンでリーチと行きます。あ、ドラを引きましたね、木原は。木原さんもまあ様子次第で行くから、あ、3ピンいけんのか、はい、パーソーが早くて9層を1枚切りました。3切れですね、パーソー、うん、パーソーもなかった、うん、まあでも小さな目からドラ4枚見てるんで、あー、初なくなった、国士は厳しい、
うん、あーでもいいじゃんってなっちゃった、俺行くなペイかな。あ、本当だ。でもリーチ社に行っちゃってんだよね、初が。初もないよね。あ、初ない、ないですね。ないですね。でもあると少し思ってしまいます、うん、思ってしまう。だって合わせる人がいないからね。いません。リーチ社以外は誰も持ってなさそうだからね、はい、これは木原さん3枚切っていきますね。はい、ちなみに老朽ピンは残り4枚です。テンパっている。順からですがテンパイをしました。木原さんこれはめられてますね、うん、で田之内じゃん。でこれ田之内さんも、はい、まあ、国士テンパったなぐらいは思うと思うんですよね、うんうん、ドラの3番切ってだから4枚見えてるのないから、はい、田之内さんドラ5枚見えてたからちょっと、あ、6枚かドラ6枚見えてたからもう行こうかなと思ったんだけど、八王子は打ちにくくなりましたね、うんうんうん、特にペイとか、ね、ペイ問い音とかのルートがしにくくなりましたね。はい、田之内の目から見たら岸君に打った方がマシとかそういう思考もあるかもしれないですよね。裏全部見えてて、チーム打てなくなってる、チーム打てなくなってる、はい、今通ったチーム打てなくなってる。リーダー予選の、ファズカップのリーダー予選の時は下石が木原に国士を報酬しました。だ怖いですね、うんうん、おー、あ、3番ノーチャンスになったのか、だからいいよ。あーでもペイ打てないよこれも、はい、まあ嘘をカレアン総打つじゃないかな、現物の嘘を、はい、いやこれ怖いですよね。下井さんもチューンで、今通ったチューンで迂回させられることになると思うんだったら、ね、うん、まあこれ脳天って考えるのは、まあ1万6000点のラス目なんで、まあ当然張ってないでイーシャンテンプシューってこともなくはないんですけど、はい、3万より何か先切りそうですよね、うん、切りそうです。うん、だから3万っていうドラの3万っていうのはね、もうなんかテンパイかもしれないっていうのを、うん、もうこっちもロッキョピンだからね、うん、怖いけど、怖いです。あ、でも怖くないわ、岸さん初4枚見えてる。自分で、あ、そうです、そうだそうだ、初だなって思ってるから、はい、むしろ早くロッキョピン打ってくれないかな。ブラドラ飲んないかなぐらいですね、うん、上がった時、はい。確かにめっちゃ安心なリーチだ、うん、まあそうだそうだ、騎士の目からは国士は否定されてるんですね、うん、ちょっと怖がる感じで切っとこうかなとかあります？いやそれダメです、ダメ。恐る恐る切っといた方が、うん、木原さんも来てくれるな、まあ、うん、木原さん全部いきますからね多分。うん、チーソーはウーソーが4枚自身の目から見えているのでノーチャンス。うーん、ウーピンがね2枚しか見えてないんだよね、場に。まあ、だから3枚目か、はい、うん、田中さんテンパったら3ピン勝負ぐらいあるかもしれないですね、うん、はい、打点がやっぱ知れてそうですからね、うん、あー、あー違った、老朽ピンまだあります。4枚残ってるのかな、1、2、3、4、5、3枚に減っちゃったんだね。でも3枚もあるんですね。ウーソーいつか、ウーソー4枚目、はい、イーソーじゃないと思うんで、イーソーも通っていて、イーソー国士があるんですね、うん、はい、スーソーかウーソーですね、うん、それかあとサブロッピン勝負して最後スーソーのポンテンとかもかけれるようにするのか、うん、マックス、うん、なんかスーソーポンできそうじゃないですか、ちょっとできそう、あ、少しできそうです、うん、だから考えてますよね、うん、まあ、スーソー打つか3ピン打つのはもうの2択で悩んでるってことは、はい、先に勝負するかどうかを考えてるってことだと思うんですよね、うん、それかウーソーよりも考えてるのかな、うん、はい、数層となりました。スモ版残り1回しかないから、はい、本店も重視するか、うんうんうん、でもサブロソー3、4枚目か、あー、はい、ローピンを騎士が積もりました。リーチ積もドラドラはありません。500銭の積も上がりになりました。なんか諦めつきますよね、あれ見た時、うん、あ、よかったわ、なんか1300でもいいけど補充しなくてみたいな、はいはい、そうですね、上がった時にね、なかったんだねってちょっとがっかりしちゃいますね。うん、なんか僕国士張ってる時とかに、はい、あのなんか4枚目持った上がりを見せられると、うん、あ、俺ドキドキしてたけどこの人は一切ドキドキしなかったなっていうちょっとしらけた気分になるんですけど、あ、分かり、私の中だけで盛り上がってたんだなっていう気持ちになりますね。そう、俺あの、あ、すごい、まあ、すごいです。トンの3曲に移ってます。親が下石、ドラが三ピンです。ここ、はい、騎士が何を仕掛けて、リャンシャンテン、半端じゃなくない、原さん、ドラドラですよ、ドラドラ、ドラドラですね、チンドラドラ、チン、チンですね、はい、タンまでつきそう、チン、タン、タンチンですね、タンチンドラドラ
でも、いやどうだろう、でも3品もちもちなんですよ。あ、もちもちじゃないか、1枚持ってるだけ。イーシャンテン、はい、騎士がこれでイーシャンテンになりました。ピンズ引けと思ってますね。タンドラドラになっちゃいそうだけど、これ、うん、タンペコドラドラかもしれないです。はい、チンどっか行っちゃいそうだね。はい、なんかね、ピンズ1枚引けば9ピンとかはダメだけど、うん、なんかそれ以外のピンズだったら結構チェーンになりそうな感じしますね。はい、全然引かない、引かないですね。こういう時、あの木原さんの立場だと騎士が早そうで、やだなやめてやめてってなりますよね。なりますね。これ仕掛けあるんですかね、スッチーピンチーとか。どうなんだろう、これ3万か、うん、マンズのくっつきね、うん、3万持つほどじゃない気がしますけどね。はい、ウソ金の、うわーすごいな、これ3万かローワンのくっつきに受けました。来た、うわー来た来た。まあシャーティってね、タンドラドラかチンドラドラのどっちかですよね。あ、これなるほど、スーワンのくっつきか、まあ、スーワン切るか考えてますよこれ。はい、うわー、スーワン、はい、大きくいきました。あと多分、マジスさんのちょっと証拠があって、うん、まあ、今イーシャンテンの可能性が高いだろうなとか、うん、テンパってはないだろうなってことで、うん、スーワイルシャアをノッと期待っていうのが大きいかもしれないね。うんうんうん、先切りみたいな、うん、はい、ずっと持ってたらね、ロンって言われたら悲しいですからね。まだテンパイではありませんが、全部丸いのになりました。全部丸い、全部で丸何個あるか分かんないもんね。はい、8876、うん、50個ぐらいはあるよ、丸。あ、これポンできるよ。ポンは、あれ？ポンしなかった。ポンして、スーチーピンのテンパイに受けることが一応できたのかな？違う？あ、いや、ポンしてもこれテンパイじゃないんじゃないですか？3ピンとウーピンのシャンポンか関連ピンになっちゃうんじゃないですか？あ、3ピン、ウーピンか関連ピン。すいません。一応テンパイはテンパイだね。はい。まあ現状ウーピンとイーピンのくっつきの形ですからね。うん、はい。あ、これテンパった。これは何待ちですか。サブロッキューじゃない？だけ？サブロッキュー、ピン。あ、9ねえか。サブロッピンか。イーピン切って。もしくはパーピン切って関連ピン。だけ？スーピンは？スーピン中膨れのス、あ、違う。スーピンはならないか。サブロピンじゃないかな。いや、関数ピンだとイーペーコーがつくゴロロチチパーの形があります。なのでサブローピン数ピンですね。あ、両ピン、これ取るのは無理だからね、うん、もっと広くなる何かありますか。振り点になっちゃうな、うん、じゃあやっぱり両ピンはつもぎりだ。難しいね。ゴロチパとかもあるのか、3ピンって。でもそれはないな、ドラの3ピン。うん、ゆっくりね、考えた方がいいですよ ね、うん、そうです。ウーピンを切ると、あれ、なんか筋の分を切るとなんか広くなるみたいなお話よく聞きませんか。うん、でもそうしてもイーピンが3切れだから、はい、なんかフリーテン含みの残したくはない気がするんですけどね。はい、確かにそうですね。イーピンが切れてなければっていうのはちょっとあるかもしれないですが、他にはパーピン切ると1スーピン3ピンとかだよね。なりますね。そうですね、うん、でもそれはないから、うん、3ピン切りがあるのか。つぼ切りそうだな。これ他の人どう見えるんですかね、この兆候。でもちょっとね、木原さん一色ってくるのは無縁無理なんで。でも全然一色なような革捨て牌ではないですもんね。うん、あのつぼ切りそう。うん、まあ、あと次何来たら何引けるとかね。はい、リャンピン、まあリャンピン、でもリャンピン切るともうだ、チーピンが変わるくらいか。チーピンで積も数変化ぐらいだけどね。でも積も数にはちょっとしなさそうですもんね。うん、いや、リャンピン切ってチーピン引いたら、うん、6キューピンにもなるんで。あ、キューピンの分も増えるのか。そう、チーピン引いて数ピン切ると、はいはい、じゃあサブ6キューピンに変化するんですね、ということは、うん、いや
2ピン切り、おお3ピン切った。3ピン、はい、3ピンを切ったということは5678ピンと E スん今待ちは何ですか。 E ピンはないんじゃないかな。5678ですか。間違ってたらごめんなさい。いや2ピンもあるね。2ピン、うん、2ピンの延べたの E ピンも同じになる。2ウーパーピンもあるけど、パーピンは切れてるからっていうことですかね。ロゴロロロチチパパパンのゴロチパマチのシャンポンみたいな形と、はい、2差し5で抜いてリアンピンのロベタンみたいな形、はい、これリーチという選択はやっぱりないんですか。あ、テンパイ、そしてこのチーピンが木原の当たり牌です。チン一、タンヤをチン一ドラドラ1万6000点を、木原が棋士から上がりました。これ捉えましたね、はい、いやー素晴らしい、うん、ちょっと後で聞きたいですねこの手法、うん、聞きたい聞きたいです、まあ、当然マチチェックもあったと思うんですけど、はい、どれぐらいどう見えてるのか、あとリャンピンがもしかしたら当たる可能性もあるとか考えたと思うんですよね棋士さんに、うん、リャンピンの形で、はい、どうなんだろう、上がりもどっちが多いんだろうな。チーピン倍1ですからね、ゴロチパマチもパーピン1で、うん、そうですね、パーピンもチーピンもなくてウーピン、ローピン、チーピンと、そっかそっか、そうですね、うん、枚数はさすがに狭く受けてんじゃないかな、サブローピン、スーピンより。はい、難しい、難しかったです。あ、でも E ピン、あ、そうか、ちょっと後で聞いてみよう。はい、あっという間に、あっという間にトンの4曲になりました。親は騎士、ドラーがトンになっています。売却してめっちゃ平たくなった。はい、一番展望を持ってなかった木原からの直撃でしたからね、うん、バケハイパーでしたね。はい、さあ、下石はペーチャですね。シャーが統一、うん、少し想図と字の多い形ですか、うん、もう一気に行きましたね、うん、下石さんだけなんか何もできてない感じしますね。します、うん、あんまり参加で、でも展望全然減ってないんでな、まあええかみたいな、うん、はい、これは、田の内は4統一ですか。あ、戻って戻って、うん、はい、まあ、チート一は消さなそうですよね、はい、チート一も残しつつ、ここはちょっといまいちだけども、急走とかいいピン切りたい、うん、うん、タンヤ王っていうことですか、うん、木原が赤赤しています。まあなんちゃなんでね、はい、何本用に、あ、チート一を見るかどうかの間でしたね。はい、5統一、チート見なかったですね、うん、やっぱなんちゃの何統一なのがでかいんでしょうね、うん、何本以外からも発信するかもしれないですね、官老荘チートとか。あ、官老荘泣きたいですね、うん、あー泣けなくなっちゃった。はい、なんはもちもちになってしまいました、うんうん、さあさあ、E ピンか急走どっち切るかですね。騎士は4、5、6の3色も少しだけ見えるでしょうか。少しだけ見えますね、はい、まあ本線面単品みたいな感じですかね、はい、結構騎士はねリーチと言いたいですよね、親番ですしね。ちょっとね今バイマンって2万点になっちゃったから、はい、それで急走もう1回ですね。はい、思惑通りタンヤオになりましたね。うん、急走切っとくとね、シゴロのイシャンテには一応なってましたけど、はい、まあシゴロのカンチャンカンチャンとかよりは、はい、やっぱカンチャンリャンメンとかの面単品の方が上ですよね。はい、あ、田の内はメンツができましたが崩していきました。チートイツ一本っていうことですかね、うん、そうですね、トイツの範囲もちょっぽろぽろ切られてるんで、はい、ちょっとね、あ、これでもローピン切るか。うん、騎士がこれでイシャンテになりました。ポンテン取りますか。地点は取りたくない、取りたくないですよね。リーチって言いたいです。言いたい、どうすんだろうな。おお、赤ウピン、もうウピンに参る。はい、重ならないので切っていきます。下石がどんどん想図が増えてきましたね。ドラのトンも騎士は切っていきます。パーソ何か決めて打つかもしれないですね。チーソーとかも、うん、ウーソーとかパーソーとかパーピン、うん、まあ、もうな騎士からリーチが来そうですからね、うん、ドラのトーンを切りましたもんね。
まあ一応田口さんもねチートイチやってますけど、チートイチ、あ、テンパったリーチもある。あ、薄い方を引きましたね、うん、リャンワンとスーワンのシャンポン待ちで騎士がリーチと行きます。山さんじゃん。山さんですか、うん、早いですね。そう、いやもうなんか持ってそうな人が一人ぐらい、木原さんしかいなかったから。うんうんうん、チートイチシャンテン、はい、現物のトーンを切っていきます。ただきついな、ちょっと見ちゃって粘るのもそうですね。はい、筋の3ピン打てるかどうかぐらいだから。さあどうでしょう。これは全折りになりそうだけど、田中さんが今テンパれば分かんないけど、はい、もうドラムトーン打ってるってことはもう結構幸福状態だと思うんですよね。ここも無理。はい、なんでも今出るんですよね、もう一回。なんでたら3ピン筋浮いてるだけだからトンするかもしれない。あ、木原の手から出たものを下石が泣くかどうか。うん、ああ、泣かず。はい。うん、シャーハクもね、ハク一切れだけど、安牌にはことかかないんでね、多分。うんうん。まあ、なんかちょっと勝負筋には値しないってことね。はい。ってことは結構な一人旅になりそうだけど、わあシャーマン怒ってた。ポンするとだ、ね。あ、ポンすれば、はい。しかもハクもポンで生きてた。ハクもポンで生きてた。何二枚目ポンするとなんかドミノ式にポンポンポンでイース総天杯みたいな感じ。うん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 。騎士はやっぱ川見て即利したんですかね。マンズ待ちがね、うん、木原さんの第一代 E1 とかちょっと待ってもいい形じゃ形だけど、うんうん、あとなんか時間もね、田口さんの赤ウピンもね、うん、なんか早いのか遅いのかちょっと分かんないですよね、うん、あれぐらいだと、うん、はい。でやっぱウーアン切ってる2人がいて変化もちょっと乏しいと、うん、ウーアン3枚目ですからね、うん、そうね。山にはまだ残ってそうに見えますもんね、うん、はい、すごいどんどん重なるけど、なんとか粘りたい、うん、3ピン、2ピン筋だけど、まあ、2ピンの方がまだマシか。ソースも全然通ってないんですね。そう、ただいや何か自敗吐くかペイ切って抜くか、うん、うん、ペイは表示牌に1枚ある牌でした。まだ3枚、うん、ね、あ、1枚減った、うん、このここはみんなすごいです。田之内さんも下石さんも岸さんも吉田さんも松本くんもこの前 A リーグで一緒だったんでしょ。先日のね。松本くんってめっちゃ久々に聞いてしまった。あ、そうだよね。まっちゃんね。まっちゃんでいい。はい、すいません。そう、リーグ戦もからね。慣れ慣れしくすると良くないかなと思いました。うん、ついこの間打ちましたもんね。はい、第一節で、うん、そう。なんか見慣れた景色ですよね。うん、で、木原さんにそれにね。はい。もう後々も上がりか流局かって感じで、うん、2枚になったのかな、4枚減って、もともと3枚でしたもんね、うん、でもまだ2枚、どうでしょう。後つもば1回、はい、またさらに詰まりますね、これつもでも流局でも。ちょっとここは流局をお祈りしとこう、うん、はい、ね、僕もそうしようかな。吉田屋チームのね私としては積もってほしい気持ちもあります。今日ちょっと負けチームというか、はい、敗チームみたいな感じですからね、うん、全体的に、うんうんうん、そうですね。はい、流局いたしました。トンの4局は、騎士の親の騎士の一人天敗で流局です、うん、まだね、でも序盤っちゃ序盤ですからね、9回戦、はい、まだ折り返してもいないんで、まだまだ分かんないですよ、うん、このオープンだと、うん、全20回戦なんですね。はい、表示の通りね、はい、間もなくテロップ出ると思うんですけど9回戦です、うん、これが、はい、さあ騎士の親番が続きます。いい、めちゃくちゃいい、はい、うん、ハイパイはとてもいいです。ドラはローワンです。はい、木原はチュントイツ、もうまずまずいい。田の内もリャンピンがあんこ、うん、リャンメン2つもあると、はい、あ、ここうちだけ悪いですね。うちだけ悪い。松屋チーム、うん、うちだけ悪いよ。ここはですね、ここも面単品みたいな感じで、うん、5、6、7とかもあるかもしれない、はい、ここもチュンポンできれば早そうですよね。するかは置いといて、うん、現状トップ目の木原の手はチュンが泣ける形ですね。泣くと思うんですよね、京太鼓1本、うんうん、1本は泥棒しちゃいますか。泥棒すると思うんですよ、うん、はい。さあ
下石はチートイツなんかも見てますか。下石さんはチートイツが本戦にむしろなりそうですね、はい、メンズではちょっととてもじゃないけどスピード勝てなそうですよね。うんうんうん、花内さんはね、ちょっとまだ泣きはしなそうですけど、はい、一発立てに決めたいですね。うん、木原さんの手はチュンスルーしてもなんか大したことにならなそうなんで、あ、スルーしても高くなる可能性があんまりないってことですね。うん、うん、ドラのローワンくっついて、ほにゃららほにゃらと。うん、花内が3トイツになりました。3トイツっていうの？ん？2トイツ1アンコウ、うん、あ、じゃあ数アンコウってこと？すごいでけえ、ポジティブでけえ、ね、でもまああるよね、チッパーはアンコウになってからみたいな。でもなんかね、大体リーチに打っちゃうと思うんだよね結構。あ、はい、ああ3トイツ1アンコウになりました。数アンコウですか？あるかもよ、あるかもしれないです。まあ、数ピン切ってるってことはもう結構それも一応考慮に入れてるよね。ペアンパイだけど1枚入れて、はい、数ピンのくっつきよりペイのくっつきの方を残したっていう意味合いもありますから、はい、まあ一応マックス、ああこれで目いっぱい、はい、差し子に渡れるかもしれない。ああそっちからいった、うん、木原がチーピンを仕掛けて、これはチュンの後付け、うん、はい、チュンポンしてあとはくっつき待ち、うん、おおおおすごいすごい、これあ、ツーワンコ来た来た来た、ポンはしない、ポンしませんでした。パワン1枚入れの方をアンコにしたのでかいですね。うん、下石は先ほどリャンワンをアンコにしたんですがそのままつもぎりましたね。チューはもちもちだぜ、よく見たら、あ、これ差し子の3色いいシャンテンじゃん。お、3万チーワン切ってチーワンポンできるよ、はい、これは次、あ、チーワン出ないはずだったチーワンが出るかもしれない形になってきました。ポンしてトイトイさんアンコでいいんじゃないですか。まだなってないけどトイトイさんアンコ、いやーワンスルーしそうだな、うん、まあ打っぱそうとも取れますもんね、両面とカンちゃんみたいな、はい、シャンポンと両カンじゃなく、これは破壊、あ、もうチーワン打つかも、先にチーワンを切ってせず、あ、した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 、はい、このチーワンを田の内が仕掛けて換算像の天敗になりました。まあ、小さく、あ、ポンポンポン、あ、できないわここできない、下石さんは打たないですよね、うん、あ、そう、で、出ることがなかったです、うん、だいぶお休みしてますからね、はい、この曲は。木原さんのチューンどこ行ったのね。山あ、違うもん、下石さん1枚持ってますね。あ、そうか、あ、そうでした。どっちから打つか問題、何一里で勝負するか、先に各安全牌残すか、はい、うんうんうん、なお後からに、まあ、テンパってるかどうかは分かんないですけど、うん、テンパってたら今打っても後で打っても終わりなんですけど、うん、テンパってなかった時にね、はい、何ポンできたら、何バックだった時はね、うん、何ポンできてその後の数杯ロンできる形だけど、はい、何歳なけなければね、うんうん、後の数杯ロンされないですからね、何バックの時は、はい、これは結構大事な要素で、うん、白から打った方がいい気がします。うん、ああなるほど、いい絞りですね、うん、勉強になります。実際チュンバックですからね、うん、秋原の手はそうですね、うん、違った、違いました。ロウソウかと思った、はい、思いました、ワクワクしてしまいました。ロウソウちょっとワクワク度合い減るよね、これ3がいいです。酸素だよね、でも酸素ロンなんだよね、ロンとツモなんだよね、田之内さんの、うん、でもここはトイトイにしたい ね、2が引きたい、なんかリャンソウリャンピンでもいいですか。リャンピンはまあ、ないんだけどね、川に切る、あ、ないないですか、失礼いたしました。あ、またちょっと勘違いしかしそう、しそうになりました。木原が天敗をすると、これは、あ、この三蔵は、田の内の当たり牌です。単野を1300点の1300、うん、はい、の、本上がり1本1300は1600です、うん、はい、なんか単野をトイトイの時ってあれ、アンカンあんま嬉しくなくないですか。なんか嬉しくないです、あんま乗んないし怖いし、怖い、なんなら切っちゃうまである、まだトイトじゃないし、まだ、うん、うん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 、あれなんかリャンピンよりね小さポーンがいいな、うん、はい、防御力全然ないですからね、単野をトイトイ、またいい、うん、難入してきました。チュンのトイツピンズがいっぱいありました。田の内の手はそんなにぼちぼちくらいですか、ちょっと悪いくらいですか、ちょっと悪い、はい、あ、下石さんの手が今までで一番良さそうです。あれでね、はい、あれで一番良さそうです、ね、下石さん基準だとね、乱入してきましたっていい、なんか
いいですか、温まってきましたみたいな感じで、温まってきましたね、はい、何をしてきましたよって絶対するんだけどね、うん、何をしてきました、いいそうかい、はい、確かにこれは今までよりは今までで一番いいです、うん、はい、あと他の人は大して良くないっていうのがね、木原さんがスピード感あるだけであります、うん、ああもう早すぎる、あこれはもういつもあるね、はい、チュンポンするね多分、とりあえずイーシャンテンは組むけど、はい、多分チュン出たらポンしてウソロソ行くと思うんですよね、はい、うんうん、面前でテンパったらリーチだし、うん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 、それこそね、ローピンとか引いたら、はい、多分スチーソ払うと思うんですよね、うんうん、まだ早いですしってことですね、うん、3ピンはリーチ打つんじゃないかなさすがに、うんうん、あそれでも打たない可能性もあるけど早けりゃ、うん、まあそれが普通というかオーソロック、これだとルーソロソですよね、はい、スムーズに、うん、3ピンはリーチと、はい、スチーソもリーチと、はい、だから初打ったんですよね、チュンポンするならじゃあ初残した方がいいじゃんっていう人いるかもしれないんですけど、うんうん、まあ引く範囲によってリーチ判断変えてるということで、はい、臨機応変に行きたいと思います、うん、これがいいと思います、一発もラドラもあるし親だしね、はい、あ、3ワン、ドラの3ワンを統一にしたのは騎士です、まだちょっと重たい、また本一炸裂しちゃうねこれ、してしまいそうです、うん、ヤンピンチしなかったですね、うん、しなかった5本確定のスチペ、何枚目だったらするんですかね、はい、もう辻するんじゃないですかね、でもチュンポンのイーピン短期となんかあんま変わんないみたいなイメージなんでしょうね、うんうん、まあイーピン短期っていうか瞬間イーピン短期なだけで決めに行ってますねこれ、この手も 5% じゃちょっともったいないなみたいな、はい、確かに分かります、なんか6セゴルまで見える手をこの順目に 5% で、しかもみんな競ってますからね、うん、今、はい、下石の手が難しいです、6、7、8の3色とかも見えるけどドラが3ワンでどうしようかなってなってました、うんうん、あ、小さそう、でもこうこれは違うんですよね、1000オールですからね、はい、あ、この曲初めての赤ウーピンです、この曲は、うわすごいの弾いたよ、これ最高じゃん、本当だ、6チッパ崩れず、はい、うん、これもうなんか明らかに危ないのって数ワンじゃないですか、はい、これやっぱでも川の強さとかも意識してると思うんですよね、9ワン切ってその後あとウーワン引いた後のサブロ9ワン3番とか、あサブロ9ワンパンワンの形とか、うんうんうん、はい、結構すぐパッと数ワン切らないのもなんかいいなと思います、はい、深いんですよね、なんか下石さん癖あるんですよね、考えてるなんか考えてありますよね、なんか技のと、どういうことでしょうか、なんていうか、あ、すごい、はい、リーチー、はい、リーチといきます、町は、ごめんなさい、町だけ言います、うん、なんだっけウパピンです、あ、ウパピンです、はい、ごめんね、うん、高めが3色、はい、パーピン、はい、はい、下井さんは癖があるんですね、リーチか、これ、同じしょっぱくなっちゃったけど、リーチっぽいですね、渋々リーチチュンとウーソーのシャンポンのテンパイに受けることができます、うん、いや本当に渋々よこれ、はい、なんでこれ両面の線オールからなんか、うん、街、ね、も悪くなってしまったのに、もでもチュン2山だからねおあ1山だ1山、チュンも泣いてないじゃんよく見たら、そうそうそう、あ本当ですね、パーピンはパーピンはパーピン1枚か6チッパ、じゃあチュン1枚、ウーピンもないですね、ウーピンも1枚、うん、じゃあウーソーが2枚のかい、うん、ヤマヨンシャンポンということでしょうか、ヤマさんだね、そう、あのヤマさんチュンが1切れだから、あ、そうでした、そう、下地さんなんかその人からの見え方とか、はい、すごいそういうのがいろいろね、うん、なんか見え方深くて本当勉強なんですよね、話していて、うんうんうん、よくやっぱりリーグ戦の後なんかお話しするんですか、うん、結構お話しして、うん、なんか聞いたり教えてもらったりとかね、うん、なんか検討したりするんですけど、あ、はい、ってパスは行っちゃうか、はい、パスは握れちょっときつい、黙って、うん、頑張れ、これ引いたらでかい、あーちゅんなくなった、ウソ2枚、ウソ2枚ですね、ウパピも2枚、ポンは厳しいね、あーポン、そしてウーワンが通ったんですね、ドラ短期、はい、ドラ短期、3ワン短期のテンパイで3人テンパイです、3ワン統一の人いたよね、チッさんか、はい、じゃあ1枚いるのか、1枚、はい、あ、ウピ流されたんじゃないのこれ、何やっとんね、
何やっとんねん。あ、こっちも流した。こっちも流した。すごいすごい。ウーピー流した。でもこっちの方が角先だったから。なあ、そうですね。そう、1326。これは切りづらいね。うん、これきっちいね。これきっちい。三万もきっちい。なんとか粘れる道はないでしょうか。ちょっとないですね。多分ウーワン切るしかないんじゃないかな。はい。これで1対1じゃない。パーピンとウーソ1枚ずつ。ドキドキしますね。パーピンこっち爆裂の範囲ですからね。うん、メンタンピン3色対リーチのみ。うんうんうん。うわ、なんだよなー。ウーソを積もりました。リーチ、ツモ、センオールの積も上がりとなりました。いやでも木原さん、これこの曲マックスの収支になりましたよね。センオールからのリーボー付きのセンオールになりましたからね。うん、はい、そうでした。なんかいい判断でしたよね。あの本一狙うチュンポンズみたいな。なんかチーしてたりポンしてたらどうなってたかちょっと謎ですけど。はい。でもなんかその思考が読み取れるのがいいですよね。ゴッパーじゃ決め手にならないから、ここは1万2000以上でトップを大きく力づく。決まり手にならないですからね、この差だと。はい、特に赤のこうやっていっぱいあるルールだとね。お、シャーチャ。はい。本一だ。何の一曲一本場、ドラがローピンになっています。ポーン。はい。シャーチャの、下石がシャーをポンして、いきます。これはピンズの本一なんかも見ますか？もういいですか？ピンズ本一だけ見てる。あ、だけ見てますか、うん、だけ見てる。ドラ1だしね、はい、もう染めるだけで漫画だから、はい、2000点が8000点よ、4倍よ。2000点が8000点は4倍です。4倍よ、これさすがに本一いくね。はい、うん、6球間引いちゃったら渋染めない。あ、赤いのを引きましたよ。で、本一か3球か5人かみたいな。うん、チュンの重なりは嬉しいし、お、さすがでございます。同じチームメイトですもんね。なんかやっぱなんていうかね、まあ別に A リーグの選手とかもこれもね、これは9ピン切るけど、はい、あのみんなね、なんか法律狙いそうな人とかじゃなくて、うん、結構みんな狙うんですよ、うんうんうん、なんか大してみんな思考は変わらないというか、うんはい、打点思考は、うん、いや、わかる、うん、結局なんかこの人はなんか染めないタイプですからねとかそんなのなくて、うん、強い人はみんなやっぱ大体ね、狙うことは結構一緒なんですよ、ねうん、はい。なんでこれはね、中級打点になったんで、うん、もう一個あんこになったりとかね、シャンポンポンで5人もありますから、はい、ドラ重なりもあるしね、うん、あります、あります。あー、すごい、どんどん。これで木原がいいシャンテン、くっつきのいいシャンテンになりました。2,3,4 あるじゃないですか。2,3,4 がありますね。あ、これ嬉しい、これ嬉しい。あ、両面に変化は下石です。いいシャンテンからいいシャンテンです。あ、赤い郵送ですよ。パーソーか、イーソー切って太陽目いっぱいにするか、ペンサンズの受け残してパーソー切るか。イーソー切りそう、岸くん。ポンマックスでね。うん、うん、ドラと赤が1枚ある手です。パーソー切りのいいところ、あ、これリーチですね。234から崩れてしまいましたが、キャラがリーチといきます。街はウーパーソーです。あ、岸くんがウーパーソーいっぱいあるんだって。そう、いや、だからパーソー打たなくて、親の現物残してパーソー統一落とし始めてたら、はい、これパーソー1枚チューブラリーになってたんで、はい、あれ、これ、まあ、チューンか、しょうがないけど、はい、しょうがないけどチューンですね。安全度で、はい、これ岸さんね、パーソーチューブラリーにならずにね、リャンゾーとか選べる可能性出ましたからね、はい、でもちょっとどれも触れないな、これ。うん、いや、でもどれか触るな、さすがに。アンパイ1枚しかないから3ピンしか。ウーパーソーは山に3枚残っています、うん、これ2と8どっち選ぶんだろう。あ、てばは、スチピン、これちっちゃ。あ、すいません、すいません。いや、いいと思います、はい、これどれ、2か8どれか選ぶでしょ。あ、3ピン抜くか、はい、22っていくか88っていくかのどれかだと思うんですよ。うん、2と8どっち危ないんだろう。両方危ないよ。88いきそう、チーソーが1枚あるから。あ、3ピン抜いた。ただ、うん、イーソー落ちてるからリャンゾーの愚形はまあ当たんなそうですよね。カンリャンゾーとかやるでしょ、愚形に当たりづらい分、はい、チーソー2枚入れとかになったらさすがにね、パーソーいきそうですけど、うん、1だとどっちするかな。でも次ないですよね。次ないです。トイツの牌打つんじゃないですかね、うん、2枚、1枚通ればね、2枚通りますから、うん、リャンマンも持ってない、現物だし、はい、終わった。あ、チードイシャンって粘った、はい、片筋ワンチャンスだね。 G1 が3枚目で、うんうん、ワンチャンス、うんうん、そうでした。スッチーピンは何枚いるんじゃい。5枚、あ、3枚か。
めっちゃいる。あの5枚もたれなんで、うん、3枚対3枚の戦いを今しています。3対3互角の戦い。はい、互角です。本当に互角かな。本当に互角ですよ。誰。いや、これはね、うん、なんかわかんないけど木原さんが勝ちそうな感じしますか。じゃあなんとなくなんだけど、あ、うっぱそじゃないこれ。あ、違う、三層でした。ギブアップか。ギブアップ、あ、選ばない。地獄みたいな印象だ。はい、無筋でしたが聞いていきました。あ、これパソやばいかもしれないですね。パソ、地層が2枚見えましたね、うんうん、一応これ本当に釣り降りるんだったらパソになっちゃいそうですね、気合の。はい、ない、ない、安牌、安牌増えない。でも三蔵も2枚切れたよ。じゃあ何蔵かな。じゃあ一層切れてる分で安蔵になるかな。あ、裾を持ってない。裾持ってないね。地獄。心配してくれてるんですね、キジ君を。いや、これ自分来たらもう本当死にたいじゃないですか、これ、ね、うん、悪もない、何も増えない。でも乱蔵だな、これ、多分。あ、裾取ってる、うん、じゃあ、しかも裾も2枚切れたから裾、はい、出れねえ。はい。はい、3900は4200点。かっこいい発声でしたね。そいつだ。そいつだ。嬉しそうだね。よかったね。ちょっとめっちゃかけち。かわいい。さらに平たくなったんじゃない？はい。さあ、田の内さんのハイパイ。お。スマホじゃ、はい、ジャブリしてますだったんだけど。チートイじゃん。チートイの、そうですね。何の2曲、ドラかウーソーです。田の内はチートイツのイージャンテン、うん、はい、奥ゆかしく多分1919って切ってて、はい、何かいいの見つけたら自敗対決で1。はい、騎士の手もとても良かったです。なんだって。はい、木原の手もそれなりに良かったです、うん、これハクポンどうなんですか。ハクトイトイあり、 1とか2とかシャーとかあり、あり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 よりのあり。リャンピンからポンシャとか、うん、これ出ないな、まだな。はい、イーシャンテンだからね、これ。はい、イーシャンテンです。二巡目でイーシャンテンの人が二人います。ズルだね、これ9ワン切ってさらにおとなしくいってスーピーカーウーマン重なって、うん、もうペータチリーチと。でペータチリーチリッチさんがペートイオートローン。いや、そんな未来はありません。めちゃくちゃありそうでしょ。あ、違います、違います。先に騎士さんが転廃するかもしれないです、うん、いや、そして同じ町になるかもしれないです。逆にそしたら田中さんがペ危ない。危ない危ない。ネバリングでペ打ってリチバーンっつって、うん、これ先に転廃った方が有利だね、うん、先生。ああ、おとなしく行き過ぎてしまいましたね。いや、でも重なる確率は一緒なんですよ、これよく。あ、よく言いますよね。町は端っこの方がいいだけで、はい、重なるのは一緒ですからね、はい、序盤だと持たれてる持たれてない同じぐらいなんで、うんうんうん、でもやっぱこう端っこが出てくるから、うん、出てないってことはもう山にあるんじゃないかな。ちょっと上じゃない、はい、確かにちょっと上か。スーピンよりまあちょほんの少し、うん、使用頻度がね、はい、使いにくい牌をまだ切ってないってことはまだ持ってない可能性の高いから、うん、そしてなんとあの下石以外がイーシャンテンになりました。みんなイーシャンテン。はい、しかも結構みんないいからね。はい、ドラだ、これもきつい、ね、残しますね。ハクポンはもうきついから6000オール8000オールあるから、うんうん、テンパらんね。パーソー切ったんですね、キースさんね、はい、うん、急走が3枚切れだった。あー、すごい、そっち打点。はい、あ、イーソー4枚切れ、一番最後に追いついたね、イーシャンテンになった木原が先に転廃を入れて、キッサーやばいよ、キッサーやばい、来た来た来た、はい、2件リーチとなります。打撃、あ、これ岸君のペアがとても危ないですね。これはだってもうほら、これ2件リーチよ、また地獄みたいな。木原の町は数値1、リャンソー、いや無理、そしてこれチーピン、はい、無理です。チーピン切るかペイ切る、あ、急走抜くか、急走抜くか、でも急走がくっついたら2人の現物、あ、釣り、釣りやばい、釣りやばい。数値1は、スチワンはチーワンが2枚、スーワンも1枚残っています。ランゾーは2枚だよね。はい、じゃあスッチワン足し算はできません。2たす2たす
あ、ありがとうございます。あ、終わった。これはペーっぽい。あ、これはペーになってしまいそうです。いや、筋のチーピー打つのは無理だと思うんですよね。普通に缶チーピーあるし。はい、ペイペイ、はい、かわいそう、これはかわいそう、かわいそう。裏はなし。リーチ、チートイ、チートイ、ドラドラ、12,000点を、田の内が岸から、上がりました。お見事。かわいそう。なんかバイマン打ったり、なんかチートグラブラ打ったり、なんかちょっとかわいそうなの。はい、もともと36,000点くらい持っていました、岸さんは。てか、まあでも今のはもうちょっとしょうがないよね、はい、しょうがないです。23点だったからね、ずっと、はい、うん、俺が一番早かったんじゃないのかねと、うん、なっています。どうなった、田之内さんがなんか先に9番を捉えてたとしても無理だったような気がする。うんうんうん。あ、でも先に捉えてたらドラタンキになってる。いや、ドラ引く前にペータンキでリーチ打ってると思うんだよ、はい、うん、4パーで済んだね、うん、うん。さあ、何の2曲、親は田之内、ドラがローピンです。いや、これは不幸だな。はい、手がいいとああなっちゃうんだけどな。うん、あ、下石の手が整っていますか。なんかうちのチームの下石さん、なんか全然稼働してないけど全然展望減ってなくて2着で結構いい感じじゃないですか、うん、いい感じでトップ取っちゃうパターンあるよね、はい、こういうの、うん、省エネ決めてますね、かなり、うん。田の内がもう一矢を放ちたい。確かに376、うん、何曲トップ目だとまだ危ない、うん、確かに木原さんたちがフル稼働してるからな。稼働してますね。稼働してる。稼働率高めです、うん、またこれ稼働率高めのうちではあるんですけど、はい、でも手もね、しっかり作って入ってね、うん、戦える手が多いですよね。うんうんうん。キャラさんなんか押してるイメージあるんですけど、はい、押すためになんか準備整えてるので、うん、なんかそれで押してるように見えるだけなんですよね。はいはい。無謀な押しじゃないですか、うん、手に見合った押しが多い、うん、ペン3枚払うか、何切っちゃうか。はい、なんか一切れ。おお、三蔵か。三蔵か。いろんなもの逃さないよっていうことですか。うん、まあそうですよね。3、4、5とかもあれだし、何の重なりも見たいし。まあ、ただね、白が交通になった時とかはね、三蔵持ってる方が一応形はいいんで。なるほど、はい。面白い選択肢だけど、まあ両蔵、まあそこそこいいって判断でしょうね。ちょっと難しいけど。はい。なんかペン3は切っちまいそうだけど。はい。うん。まあ、打点ですよね、なおは。守備で、うん、守備じゃないと思います。うんうんうん。木原はどうしましょう。老朽層、あ、旧層が2枚とか切られちゃって3万切るか、ね、はい、おう、うん、目いっぱい。これは結構強気な選択ですよね、うん、で、親の現物1枚消費して、はい、ただパー層も親の現物ですよね。ああ、そうだね、はい、チッパー層。なんかこういう下石さんの手って後で回ってくるんですけど、はい、なんか僕このルールだと結構もう食っちゃってもいいんじゃないかなって思うんですけど、どうですか。例えばリャンウパーソーのこの二度受けでシャンポン3つの形、はい、まあ、6球ピンの両面あるけど、うんうんうん、なんか9ピンだと1000点、うん、面ピンとかになるから、はい、このルールで未だによく分かったですよね、はい、なんか状況によりますけど、うんうんうん、なんか高くならないんだったらっていうことですか。次移りますかね。枚数もそうですけど、リャンウパーソーもほどほど切れてきたじゃないですか、うん、はい、とても薄くなってきました。そう、ローピン引いたら激アツなんですけど、はい、あんまり、あ、でもパンはポンしてないですね。パンはあんま泣かなくてもいいか。ローピン引いてもね、あ、そっかそっか、面前で引くととても偉いですね。うん、面単ピン、ビーペコ、ドラドラとか、うん、面単ピン、ドラ1とかね、あるけど、なんか境界ルールだとそれでゆっくり打ってもいいけど、うん、このルールだと、うん、スピードもうちょっと意識したいなと思いますね、うん、あ、なるほど。赤なし、ドラなしですからね。はい、さあ、騎士がドラのローソーを引き、あ、ローピンを引き入れてインシャンテになりました。あら、これはスーアンコウですか。初、うん、ポンだね、次出たら。はい、引かんな、本当に何も引かないです。うん、多分急走持ってね、うん、何か切りたいんでしょうね、チーピンパーピンとか、うん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 、テンションが落ちてきてます、ね、あ、ローソー、あ、6チップある。パンチーソー決めれない、2枚切れ、チーソーが握れ、しょうがないからウーアンかな。ウーアンか、ローワンちょっとおしゃれにほどがあるからな。うん、6チッパーなんかローワン切るぐらいだったら、なんかもうローソーの方が上なんじゃないって感じしますけどね。イーペイコーが逃すことになるから、うんうんうん、
だからしょうがないから運はになりそう。え、打点マックス。打点は、まあ、でもないからね、はい、2枚切れでも、まあ確かにいつもより感じそう、いい街っぽい、はい、そして木原さんのチーズはちょっと危ない。3色変化したら、でもなんかね、このテンポだとリーチ打ちそうですよね、感じそう、握る3色確定でも、うんうんうん、パワー1とか入ったりして、うん、テンパイしたら、そっかそっか、そうですね、まあ何入ってもリーチですよね、多分スッチ1入っても、はい、バマ入っても、うん、E1 入っても、うんうんうん、アーチパッピン打とうとしてる。ただ今闇点あるんかい、そこに闇点あるんかいって言って、はい、で、切るか考えても、あとアンパイがそこそこあるって、うん、ドラそれぞれに対して、うん、つもぎるか。では、はい、ローピンをつもぎっていきました。ハツは山にもう一枚あるんだよね。はい、このハツは何のうちの手に一枚と山にも一枚残っています。永遠につもぎってるんやが、はい、この方テンパイ量も欲しい。さあテンパるか。あ、違う。まあ一応ね、はい、一応カラリリッシュしてシーソーちょっと出やすく、うん、うんうん、このリャンゾーそろそろどうしましょう。チーチーしてパーピンかチーピン、はい、バニー3枚目のリャンゾーです。チーは確定なんですけど、チーしてどこを打つかですよね、はい、うん、パーピン打つのかチーピン打つのかパワー打つのか。うわ、安全アチーじゃん、さすがに。先生、三枚目のチーソーを仕掛けませんでした。うん、でも片上がりですもんね、パワー1しか上がれない。まあ一番なのは、はい、その2000点で曲進めて何三曲でね、うんうん、っていうのが一番の理由ですよね、うん。自身が展望も全然ないし、うん。うん、これはなんか泣かなそうですね。はい、うん。これだったらリーチの方がマシな感じしますね。はい、3枚切れでも、うーん、オーラス親ですけど、うん、いいですか。オーラスの親だとな、ちょっとなんかあんまりあっという間に終わっちゃいそうですよね、うん、できればリーチ。あ、ローワンが入りました。はい、3枚切れの感知層でリーチといきます。キャラさん危ないか。ローソーローソー両方とも手出しでしたもん ね、 ね、キャラさん危ない、うん、ただ粘ると危ないだけで、でもパーソーも同時ですもんね。あ、でも違う、チーソー4枚見てるからパーソーの方が安全なんですよね。パーソーは短期にしか当たらないですね、うん、木原の目から見ると、うん、うん、そうですよね、なんかやっぱ粘らないですよね、うん、でもなんかピンズ伸びたらパーソーチーソーって未来はあるかもしれないですね。はい、うん、いくらローソーね切ってると言っても普通に数チーソーはなくはないわけで、はい、下石も、キューピーを泣いて、これは形式テンパイを取りました。形テン、はい、さて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 、これとかね、これとか地図ドラドラですね、うん、あ、そうそう、一応ローピン先切ってるけどドラケンの先、これ危ないよ。チーピンや数チーピンが入ると危ないでしょうか、うん、危ない、うん、なんなら別にハツとかポンしても危ないかもよ、うん、危ないですね、うん、はい、あ、これ言ってたら違うさ、危なかったね。パーピン切ってウーピン通してるからね、うん、ウーピン、あ、そうですね、ローキューピン2枚目はチーしませんでしたね。チーしてパーワン通ってないからね、うん、はいはい、パーワン通ってたらチーしてパーワンパーワンって言ってね、短期で受け替えまくるっていうのがあるけど、うん、うんうんうん、さあ木原さんどうなるか。チーソー、ただ数値ピンないんですね、全然ね、うん、だからあー、やめた、はい、さあこれも9ピン切って、あとツモ2回、下石さんが K 点しのげるかどうか、うん、チュンションパイじゃないかな。あ、1枚切れた、はい、ションパイもさほどないのか、かローワンを安感します。ヘンドラウソー、はい、うん、相手が下石さん、ん、相手が岸君になるんじゃないかな。切る牌ないのか、
イーソーありますよね。はい、イーソーが現物、うん、はい、あ、背底が、背底をずらそうとしていますか、うん、田の内はリーチさんの背底をつぼな、はい、ずらして自分の親かぶり防ぎたいんですよね。うん、嫌です、親かぶりしたくありません。うん、ただどうなんですよね、木原さんがテンパイ料をもらうのもちょっと嫌ですよね、イーシャンテンだったと仮定して。でもパソパソパーピー打っててあんまテンパってることなさそうですけどね。うんうんうん、そうですよね、一人で3000点払うなんてことはね、嫌ですしね、うんうん、親かぶりも嫌だし。おー、来たテンパイ料。はい、うー、おーおー、すごい。で、背底でイーソー切って終局。はい、流局いたしました。下石、騎士の2人天敗で流局となります。えらい、この天敗では粘った。えらかったですね、うん、これでかいですね、結構。はい、軽点に行くタイミングも良かったし、ね、うん、良かった、うん、もう打点が見えなくなってきてから、はい、順目ともそうなんで、はい。さあ、難の3局へと移ります。ドラが白、親が白、親が下石です。はいはい、メンツが一つあります。まあ、まずまず、はい、あ、ドラの白統一、シャーチャではありませんが、シャーも統一。まあ、どっちも統一で見そうですけど、はい、るかな、一番少ない。はい、マンズとピンズは3枚ずつありました。あ、いいな、ドラの白もちもちじゃ。ドラの白がもちもちです。タムさんまずまずなんだけどね。はい、両面ターツがいくつかありました。これいいじゃない。はい、とても嬉しい数ピンを引きました。うん、吐くないってことはね、お互い結構シャンポン多い形だったんで、2人とも、はい、結構重たくなりますね。うんさあ、これはイーソーリャンソーとかになりますか。逆に打点のない下石、まあ田内さんあるんですけど、打点は、はい、下石さんとかの方が早いかもしれないですね。うん、あ、田内さん4、5、6も見えてきましたよ。うん、なんか田内さんが今のウーワンで圧倒的なスピードになった気がしますね。はい、シャーチャだったらな、これが、うん、もうちょっとマシなんですけど、騎士はなんちゃなんですね、悲しいです。現状2人とも吐くないと上がれなさそうですよね、現状は。うん、苦しい形ですね、はい、お、すごいんだけど、パワーも入れて、これでイーシャンテン5、8って引いた。5、8って引きましたね、うん、次は何を引きますか。5だね。5ですか。ハンちゃんの嘘。はい5だねマジ引いてほしくないけど、うん、3色になるやつ、うん、引くか。6でしたね、1個ずれてしまいました。積もりるか、両ピン切るか。はい、ローソー切っておくと4、5、6がまだ残せると。うん、はい、なんかね、こういうのもね、6、6って切っちゃうと、はい、なんかやっぱスッチソーパスを結構通されやすくなるじゃないですか、うん、これも手配情報量の差とかだと思うんですよ、ね、うん、なるほど、皮作ってますね、うん、はい、日頃もね、なんかそんなウーソー引いて数ピンでやんないと決まんないし、うん、そんなならんやろって言ってね、どうせ3枚引いたらこうやってスライドでね、面単品赤だからみたいな、はい、タイヤをなりましたね、うん、日頃関係ない、3枚引いたら日頃じゃなくて単品だしね、はい、下石がトンを統一にしてイーシャンテンになっています、うん、トンポンですね、これは。はい、トンポンしていきたいです。もうドラのハック統一の2人はもうちょっと死に手というかね、うん、あー、シゴロ復活。あ、本当ですね、お帰りなさい、うん、これでもチーテありますよね、ウーソーとかあんま取りたくないけど、うん、サンキューとか高め3色全部テンパイ取れそうですけどね、田内、うん、3層ポンとかもですか、リャンゾーチーも、はい、あ、4統一。ただなんか2戦点は微妙なんですよね、ツモと直だったらマンツも消せるんですけど、うん、100点残っちゃう、100点残っちゃうから、ね、まあでも地位ですね、これしっかり、はい、あのツモ直できれば、はい、あ、地位をして、田の内の町はリャンウソウです。うん、これなんかその下石さんが来たりとかするととっても嫌だからとかっていうのもあるんでしょうか、うん、なんかね、曲紹介、曲紹介めちゃくちゃ偉いみたいな、うん、誰が上がっても嫌ですもんね、自分以外ね、関三番抜かれたんやが、岸君だけいいか、うん、ナイスチー、
関さんは関さん抜かれてしまいましたか。騎士の元に行ったんですね。行きました。トムが一切れだからどうなるか、はい、さあチーピン。いやそうね、ちょっと時間の問題っぽいですよね。うん、残り3枚、うん、はい頑張れ、田之内からぎるか。ああ、スーマンとスライド。うんうん、うん、親の現物を増やしたのか。うん、ここもまだきついね。サブロッソ二度引きの形になってるから、サブロッソも薄めになってきたし、てかかなり薄いし。はい、E番かい、Q ピンかい、ウーピン2で。ウーピンが風呂に1枚と皮に1枚。柔らかくいくならね、E1 とかなんですけど、うん、ウーピン2枚入りのためにそうするのかっていうね。はい、管理馬もいいからね。うん、そうですね、うん、枚数で白を泣かない前提で進めたいですけどね、本当は。出てこ、うんうん、決めた、決めましたね、うん、あ、ローピンを引いて、これ で、ね、はい、騎士はイーシャンテンです。ただ上がりは相当厳しいです。これで厳しいですか。うん、サブロソも薄い、スーソース白ない。そんな絶望的なことを言わないでください。うん、いやうちもまあ似たような感じ。うちも、あ、そうですか。うちも結構きついから。あ、じゃあそうですね、仲間、お互い様ということで、うん、仲間よ。仲間ですか。仲間じゃなくていい。今は仲間じゃなくていいです。上がりたいけど、はい、なんとかマンツモ条件残したらオーラス迎えたい。あ、ポンか、ポン無理か、ポン無理か。はい、悩んでせず上がりはね、サブロス引かないとなさそうっすよね。うん、うん、急走切るかい、カンパースを照準しないと。あー、スーワンか、現物のね、スーワン、田之内の現物、うん、はい、最後の手出しがね、田之内の手出しが数万なんですね。うわー、統一ばっか、G統一に行くのは無理だからな。はい、いや、そう、ないですね。3枚がどこにも行ってない、うん、うんうん、岸さんの上がりルートは数層いるんだよね、1枚1枚あります。ウーソー比で数層で上がるのか、数層ウーソーって自分は一応あるのか。あ、数層ないですね。1枚切られてる、田之内が使ってるんだ。ナッセイ、あ、そうか、さっき入れたのか、うん、じゃあサブロソーが 1,2,3,4,5,6,2 枚いるのか。はい、じゃあ2回サブロー層引きだけだ。はい、3層とロー層1枚ずつ引いてくれば、うん、いけるかもしれません。ああ、これ9層っぽいですね。はい、あ、トンもあるか、一応でも9層だね、トンできる分、うん、うんうん、あれチートイイシャンテン、チートイツのイシャンテン、あー、これチートイツか。あー、数層か、というか差し子の3色か。上がり出てきたか。いや、ウーソーが少し危なくなってきましたか。ウーソー山にあるんで。あ、ウーソー山にある。ウーソーを引くと、はい、ヤウマンで、うん、いいこと言いますね。あなたいいこと言いますね。いいこと言いますね、吉田さんは。全然あるよね、これ。一気に上がり出てきた。すごい、すごい、あ、ごめん、触っちゃった。なんてことを言っちゃったんだ、これ。いいこと言いますね、はい、いいこと言います。やばい、やめてくれ。リャンワンはでもとても薄いです。いやいや、でも、あ、でも1枚いるよね。うん、うんうん、ちょっとあります。2枚くらい残っていそうです。楽しみにしたいので数は数えません。いや、ここでもう一回リャンズを引いちゃって、はい、リーボー込みで、あー、やめてよ。リーチ一発つも、ドラさんだね。は、あ、白じゃない、ドラさん、ドラドラ赤、3,0006,000は3,200、6,200の、つも上がりを騎士がしました。これすごいよ、すごい、はい、え、うちと木原さん、下地さんと木原さん同点ですからね。はい、全員集合しました。いや、ただ岸さんの方が下だよね、多分。うん、岸くんのがしたら、もともと9000点持ってて、一応まだラス目だ、はい、うん、ラス目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 。あー、いや、木原さんまくったのか。あ、え、ていうか、あ、まくなのか、はい、あ、オーラスになっております。あ、強卓か、
ドラが、ハクです。親は騎士。何の4曲です。これはね、みんなもう上がりに行きましょう。はい。騎士はハクが統一でした。そして、あ、下石もでもリーチとは言えそうですね。そう、しかもまあ、はい、お役かぶりのせいでマンツも届かなくなっちゃったし。うん。キャラさんも良さそうだし、ひどいね、はい、今のは。ひどいことをしてきたね。はい、うん、吉田さんの、予告が当たって嬉しいです。でもこれ結果、うちのチームも、はい、いい感じになってます、ね、いや、それはそうや。いい感じになっていますか。みんな上がりに行ってすぐ終わりそうな曲に。はい。なん、行っちゃおう。もうリーチで、はい、リーチ行っちゃおう。リーチをしていくぞと、赤ウソを引いて。ドラさんじゃん、ま、そうなんです。ハクのドラを買い鳴らしてるやんか。なんでそんなズモがいいんだ。さあこれでイーシャンテンは木原。やめてくれ、はい、なんで内から出すんだ。他のうちが初統一です。何やってんだ。毎回いつも悪いために切れる。いやこれやばいな。ハクも打っちゃうしね。ドラのハクはみんな打ちそうです。上がるといいことがあるので、うん、うわーやばい、早すぎる。同点出す、はい、同点出す。あと泣けば天敗を取れる形になったのは他のうちです。いや積もるなら1200、1300、2600ぐらいにしてくれ。お役かぶりで岸さん出す。でも打ったらラスだからね。1300打ったらラスですね。3人中、はい、なんか良しなのかよくわかんないけど、はい、3万が進そう。イーシャンテン、どっちも似たようなもんだな。うん、はい。まあ、ローソーカバーできる分数そうか。うんうん。私も少しずつ進んできました。ていうか全然話戻るけど、はいはい、跳ねますごくない？すごい、いや、すごい薄い歌だよね。薄を引かないと、だってもう全然諦めていました。だって絶対嘘来てリーチ打ちじゃない、うん、はい、普通サブローソー残すから、あれしかない、あれしかないみたいな感じでした。また今回も嘘を引きました。いいっしょ、あれ2着ならもういいっしょ、うん、だからバイマンとワンツー打ってんだよ岸さん。はい、でも悲しかったので嬉しいこともないとやっていられません。人生と一緒だ。はい、人生と一緒だね。はい、そうです。リーチ、あ、はい、これはリーチだ。が老朽層ローピンのよくテンパったな。あ、テンパさんローソーぐらいじゃないですか。興奮しすぎやで。ヒロさんローソーも危ないじゃないですか。たぬきさんももう降りるよね。たぬきさんこれはもういけないよね。ちょっと手を手を、これたぬきさんもう降りるよね。たぬきさん、あ、チーテンだけ取ろうとしやがる。やめろやめろやめろ。うわを泣いて、チーソーは数層、数層をリーチ者が切っているので筋になっています。5人セーフか、押さないと思うんですよね。3万切るか8切るんじゃない。あ、やめてよ。あ、筋か、チーソー。さあ、そうです、筋です。やめてよ。降りて、降りてくれ。あ、うわ、やめてよ。ローソーじゃない？これロース、ローソーリール。あ、イーピンが現物。あ、ラス、ロン、ロン。うるさいです。はい、リーチのみ。あれ、リーチのみだけど、テンパネした1600だ。はい、1600を下石が騎士から上がりました。タケキ。はい、ラスト。これどれだっけ。これだね。A 卓9回戦終了しました。え、岸君ラスになっちゃったじゃん。あ、でトップは田之内。はい、2着木、あれ下石です。同点だったし、あ、そう、あ、あ、そうだ、2着下石、3着木原、4着騎士となりました。悲しいです。はい、それではこれより各選手インタビューへと移ります。では4着の騎士さんからお願いします。はい、手はいっぱい入ってたんですけど、ちょっといろいろ悩ましいところが多かったですね。いろいろあったんですけど、まあ、特に、まあ、トン4曲のバイマン補充かと思うんですけど、まあ、正直そんなに鎮痛には見えてなくて、でまあ木原さんが鎮痛調校してるともあんまり思ってなかったんで、っていう勝手読みもあって、まあ3ピンがまあ
仕掛けに対して切れる、まあ、切るに値するかどうかっていうところだとの兆候だと勝手に思っちゃって、まあ、転売だったんでとりあえず自分切っちゃったんですけどっていうところですかね。すいませんでした。いえ、どんどん。はい、まあそうですね、まあ、結果なんか悔しいラスになってしまったんでまたこの後挽回したいと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では三茶木原さんお願いします。はい、なんかいろいろありましたね。はい、で、そうだな、メンチンのやつなんですけど、僕ああなったらもう絶対自分が分かる街にし、しようと思ったんですよね。簡単なやつにしようと思って、でも簡単なやつにするのはいいんだけど、あれこれ振り切れないよなっていうのでちょっと考えちゃって、でも多分他にもなんか効果あるのかもしれないけど、ちょっとああいうのね、まあ、ああいう時に来ちゃったら、まあ、そうしようと、うん、一番簡単なやつをパッと切ろうって思ったんですけど、実際その場にいるとちょっと振り手が怖くて切れなくなって、ちょっと迷ってしまって申し訳ないなと、岸さんには本当に申し訳ないなと1万6000点もいただいて申し訳なかったです。はい、あとなんだろう、あとなんだろう、国士とか、国士は最後のツボ振りかぶってやろうと思ったんですけど、その前に積もられてなんかペコペコって発が見れて、あ、よかった、振りかぶらなくてと思った次第でございます。はい、以上でした。はい、ありがとうございます。では2着、下石さんお願いします。はい、結構会心の2着だったのかなと思ってます。なんかまあ終始あんまり手入ってなくて、あのなんかオーラスだけハイパー良くてツモも良くて上がれたみたいな感じの2着だったんですけど、まあそのなんかそこのオーラスまでのなんか我慢とかがまあ実を結ぶなのかなと思ってます。また次回頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、そしてようやく来ました田之内さん、トップおめでとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、何2曲のやっぱチートイードラドラが上がれたのが本当にまあ大きかったなと思ってます。で結構、うん、今まで2回って2000ともラスで、まあ、すごいチームの方々にはすごく迷惑をかけてたんですけども、まあ、打ちたいって言ったら結構みんな快く打たせてくれる、うん、チームメイトに感謝してます。はい、残りも頑張ります。はい、ありがとうございます。これより第2回ファズカップ A 卓の10回戦が開始となります。はい、解説席には、あ、2人とも同じチームじゃないですか、チーム 4K より菊池俊介さん、そして岸武樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、実況たけし吉田屋の松島桃です。よろしくお願いします。さあ、10回戦になりましたけれども、先ほど9回戦はうちのチームがうちの田口先生がトップを取りまし て、はい、取ってましたね、ちょっとね、ちょっと盛り返してきたんですけれども、はい、あ、すいません、そうでしたね、そうです、悲しみのね、すいません、謎、そう、でもね、すごいここに壁を感じたんですけど温度差ありましたね、温度差めちゃくちゃあった、今始まって気づいた、すいません、ちょっとただね、まだまだトータルは全然上なわけですよ。そうですね、まだね、ただ噂によって、まあ、噂によると今回の4チームの組み合わせ、A 卓の組み合わせ、はいはい、下位4チームだったみたいですね。おお、なるほど。敗者を決める戦いみたいな。いやいや、まだまだでも先ありますからね。まあそうですね。次
次20分の10かなということですけれども、まあね、この後も選手 選手、まあ、もう出てるのかということで、チーム 4K からはさつきさんが、はい、エースのさつきが出てますね、はい、エースなんですか。そうですあれエースじゃなかった、スターでした、スターの、はい、スターさつきです。なんか呼び名があるってことですか。あ、そうです、待って待って、教えて、何、スターさつき、スターさつき、どっちだっけ、ジョーカーですね。まあ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 、キャラなんか不良声やないか、ジョーカー気持ち、ヒーローじゃなかった、もうちょっとあやふやです、はい、設定は。じゃあ岸さんも聞いておきます。岸さんはあれ、私ジョーカーですよ確かもう一回言って、スターさつき、ヒーロー、ヒーロー菊池、ジョーカー岸、エースキム、エースキム、わかりました、いいな、うちもやろうということで、今回スターさつきさんが登場 で、はい、うちはあの店長吉田が来るので、店長っぽいです参りますので、よろしくお願いいたします、はい、そしてチームラミナスからは、あ、木原さん連投ですね、はい、そしてチーム松屋、まあ、牛丼チェーンライバルの松屋からは愛知さんが行くということで、うちもスターとかがいいな、ちょっと考えときますねということで、今回は実況解説、こちらの夫人でお送りいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。ではこれより第10回戦対局開始です。第1回ファズカップ A 卓第10回戦スタートいたしました。それでは座り順から紹介してまいります。ちいちゃチーム 4K さつきまりこ、なんちゃチーム吉田屋吉田元成、そしてシャーチャがチームルミナス木原浩一、ペイチャにチーム松屋愛知吉江の並びでスタートです。トンの一曲ドラはチーピンです。解説は菊池俊介さん、岸武樹さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあみんなハイパー良くないですか。みんないい、良かったですね。ダブトン統一になったのはさつきです。そしてお吉田も悪くない、これみんないいですね、ぶつかりそうですね。ね、さあそして木原もチューンアンコ、赤ウスワル、ドラもある、ドラもある、はい、いいですね、ハイパイスターの集まりですねこれ。ちょっとどうなるか、これあゆちもいいですからね、全員いいですね本当に。となるとあゆちからトンもこぼれそうですよね、そのうち。そうですね、そうですね、多分誰からでもトン出てくるんじゃないですかね。うんうん、カンリャンマンありがとう、うありがとうカンリャンマン、はい、イーシャンテン一番乗り、はい、くっつけのイーシャンテンです。お二人はね、やっぱりちょっとさつきさん推しの解説になると思うんですけれども、あ、いいんですかなんか不思議、いいですよ、いや、ね、いいですよ、まあ、バランス取っていくんでこっちもこっちもどうにかするんで、ね、お、テンパイ、はい、換算層、イーベイコー、イーベイコー、ダマテン、ダマテンにしましたね、ちょっとリーチ打ちづらいですよね。あ、これすぐ出るかもしれない。ダマテンからのありがとうありますか、これ。もう足りちゃった。ありがとう。はい、イーペイコー闇店渋い店長吉田、イーペイコー1300点を木原から上がりました。はい、まずは静かな滑り出しでストーンの2曲。吉田の親番となります。ドラは9ピンです。ちょっとね、トータル見ていただいたら分かるんですけれども。吉田屋とルミナスはもう底辺の戦いをしてるわけですよそうですね、そう着順勝負ですね。そうですよ、そこでね、やっぱりね、まあ実力派の吉田木原ということで負けられない戦い、そうですね、まあでも勝ちましたからね、もう戦争が上がって、出場所最高、出場所最高だよシリアに行きましょう、そう、はい、いいこと言ってくれた、はい、こっちから言いづらいんでね、ちょっとやっぱり、はい、目指すはやっぱりね、上に行かなきゃいけないわけですよ我々は、まあ、いやもうそうですね、 4K もマイナスですよね、とりあえずちょっとプラスにはとりあえず行ってきたいんですけど、そうなんですよ。じゃあ2着あげる、いいよ2着 4K 渋谷で、微妙なとこですね、2着、まあ、2着なら、まあ渋谷ですね、はい、じゃあありがたく、じゃあ2着いただいておやばい、優しい人たちだった、どうしようやっぱね、ね、ポイント減らさないこともね、うん、大事ですからね、大事です、上から落ちてくるはありますから ね、はい、ね、正直ね、全然ありますからね。ちょっとさつきさん、ドラドラ赤じゃないですか、ドラドラ赤です ね、使い切れば自然に高打点、吉田は1300上がりましたが、お、今回もいいペーコーは見えている、木原赤赤、キャラがいい、いや、数ピン入っちゃった1300点でそんな怒らないで、木原さん、いや、怒ってますねやばい、10倍返しぐらいされちゃう、ね、このままいくと、キャラ赤馬にくっついて3色にもなったらね、そうです、えらいことになっちゃいますね。さつきもこれでいいシャンテンです、いいですね、やばい、
おや、吉田さん、吉田さん、備えて、うん、備えて。ちょっとね、ちょっと置いてかれてますね、現状吉田は。ですね。思った以上に置いてかれてますね、これは。そうですね。相打ちは白が統一。そうですね、白が叩ければ、まあ、スピードではなんとかなりそうですけど、ちょっと打点がないですからね。そうですね。あ、手はわずかな一歩。3色目を残すかドラウケを残すか。3色目は残さない、ドラウケの方を重視しました、まあね、3色はもう相当なりづらいですからね。そうですね、うん、もう2面つ候補が別でできちゃってるんで。赤ウワン切っちゃいます。いや、赤ウワン切らないですね。切りたくないですよね。打点の元ですものね。そうですね、3色まで伸ばしたい、うん、気持ちはわかる、うん、伸びないでほしいけど気持ちはわかる結構でも伸びやすい形してますからね。そうですね、キアラサブローピン引いてテンパイした時もう、うん、リーチ しなさそうですかね。どうですかね。どうですか、リーチ打つための急走切りかなと思って。あ、まあこれで9万ですね。いいですね、もう迷わない。盤石ですね。両冠両面、赤馬使えるか。相打ちは自力で白引きました。もうドラ切っちゃいますか。そうですね、これね、ちょっとそろそろ9ピン。あ、でも考えてる。打点がないってね、先ほど菊池さんもおっしゃってましたけれども、うん、まあ、とりあえずね、白はあんこで持ってるんで、まあ、ブクブクに受けても、うん、まあ、リーチ受けても、まあ、なんとかなるだろうって。ドラ切らない。スーソー。おい、お、来た。これは来た。とんでもないぞ、カンリャンマン。さあ、月のリーチ。リャンマン、リャンマン。あ、リャンマン、リャンマン持ってる。吉田や、吉田や。ストップ、ストップ。さすがに。これはね、あの手からはまだ大丈夫です。そうです。いや、進んだらどうなるか。今ね、今チーソー引けとか思っちゃいましたけど、僕。やばいやばい。いいぞいいぞ。リャンマン、ヤンマン2枚ですね。ヤンマン2枚ですね。ヤンマン2枚。2枚。スター、サツキ、スターは引きますよね、リャンマンでもね、ちょっとね。ダメだよ。吉田3000、6000、おやっかぶりはきつい。でも、宝珠はもっときつい。どうしたらいいんだ。吉田もね、ちょっと危ないですよね。あのね、ちょっとあの、攻撃的なとこあるじゃないですか。あ、確かに。そうそうそう、ありますね。確かに確かに。ね、攻撃の吉田、守備の田の内みたいなところはありますね、やっぱり、ね、ありますよね、はい、確かに。そう言ってましたね、吉田さん。確かに。そうなんですよ。いや、でもこれはさすがにきついか。パーソーで、ね、でこれでパーソーが4枚見えたので、うん、で急走も、3枚見えてるので、この後急走急走になりそうですね。はい、うん、ちょっとさすがに厳しいですかね。ここは攻撃の吉田の場面じゃなかったですね。いや、まだわかんないですよ。え、突然、あ、ほら、あ、いい、あ、ちょっと粘っちゃうのもあるかもしれない。いや、ウーマンだって安牌ですからね。吉田さん、まあ、安牌なくなることはないかな、ねね、ちょっと左だからドキドキ。問題はここなんですよね。そうここを行きたいんですよね。そう、キャラね、やっぱ赤が2枚入ってると行きたいですよね。ね、いや、でも積もるもある。リャンマン、まだまだ山に2枚、うん、赤が2枚自分で使ってたら大したことないだろう、そう思いますよね、と思ってたらね、残りの全部あります全部持ってますってさあ、チーソーとウーソーは通ってない、ウーマンは通ってる、チーマンも通している。マンズはターツごと落とせるんですね。そうですね。ただまあみんな降りてるんでわかんないですよ。ちょっと感動も良さそうに見えるんですよね。そっかそっかね、単葉もつきに行って、いや、押す価値がありますものね、木原さんので。あ、3個3個。ちょっとツモがスターすぎますね。スター、そう、スター性がね、溢れちゃいましたね。いいんですよ、もう2万だけでいいんですよ、さつきさんは。木原も EP はちょっと結構面白かったですね。ねえ、ランプインは勝負する気っていうことですよね。まあそうですね。あとね、そう、スター痛い、スター痛い、痛い、痛い、ナイス。リーズもドラさん赤、3000、6000、吉田1300、6000かぶり。うん、大丈夫。いや、ちょっとスターの手でしたね、これはね、さつきさん。強い。ね、やっぱね、ああいう先制リーチがね、ああやってしっかり上がれるとだいぶいいですよね、展開的にね、うん、さあ、トンの3曲です。木原の親番、ドラは白です。赤あるよ。あ、木原いいじゃないですか。ローマ嬉しいぞ。いいじゃないですか。6、7、8、3色まで伸びるか。
はい、じゃあチーマンですよ。6778のチーマン。ドラアンコ。待って待って。ドラアンコ。IH ドラアンコだ。だけどそれ以外が。まあそうですね。形はそんなに整ってないんですけど、ね、やっぱりね、ドラがアンコで泣けるっていうのはめちゃくちゃ大きいですよね。吉田関三マンですかあれ。あ、これも。やったやった。いいです、ね。いいとこ引きました、ね。はい。しかしキャラが早いかな。まあ、ただ親が定員で。あゆちも大体何でも欲しいもん泣けちゃいますから、ね、あとなるとあゆちの手も進みますね、うん、はい、そうですね。もう木原ね、手牌が全部単ヤオなので、もう結構あゆちが泣ける牌が出てくることは結構多そうですよね、うん、さあ吉田、 おこれで残党候補ができました。吉田もいいですね。おい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 、プレイ三蔵スターの集まりですね、本当にね。木原もいい、そして相打ちはドラアンコ、ターツができました ね、 相対的にサツキはちょっと苦しいですかね、今回は。そうですね、サツキはちょっときついですね、今回は。他が良すぎる、はい、いいシャンテン、はい、いいシャンテン。チーピン引きますか、吉田。そうですね、うん、チーピンから引いたらね嬉しいな、はい、迷うことなくリーチに来ますけど、うん、ちょっとスーピンから入るとちょっとね、対応つけに行きたいかなっていう思いもありますよね、そうなんですよ、うん、苦しい。さあ月はちょっとそろそろ今回はいくらなんでも厳しそうですね。ゴー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 、うん、まず攻撃の吉田、守備の田之内、優等生4つ、破天荒松島ジャンプがもう、あーちょっとこれ何これ、何これちょっと高いよ、何これ。自己紹介してたら数値層待ちですか、ね、これはい、数値層待ちですね。リーチ単葉ピンファーカ数値層、数値層7? しかも川も気持ち悪いですね、うん、そうなんですかね。山さんだ、スーチーソー危ない、ゴー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 、これぶつかるんじゃない。そうですね、まあ、ただスーチーソーとりあえず補充しないか。お吉田三層スーチーソーとかになったら補充しないな。そうですね、はい、うちチーソー現状浮いてますね。サツキもなんだか進んできた、ね、でもここはイーソーだ、統一のイーソーチョイスです。吉田はもう待って待って、イースマン入ったらどうするの。イースマン入ったら、ね、リーチですね。どうするの、神回避はあるの。いやー、ないの。無理です、ないです、ないです。あー、相打ちが先に打っちゃうかもしれない。やばい、どっちが先に打ったやつしてるじゃないですか。ちょっとそうですね、どっちも打ってもおかしくないです、控えによっては。イエーイ、回避の方、スーチーピン待ちです。一番いいやつ、よし、スーチーピンの前ですか。10枚ぐらいいますか、スーチーピン。10枚はいないかな。3枚ですか。2枚ですね、これ、ね、すいません、思ったより、あのね、そう、現実を思ったより厳しかったです。スチソー何枚いるんですか。やったー、店長リーチ一発も単葉ピンファーカ36000。いや、めちゃくちゃでかいですね、これは。大きい、追いつけ追い越せの36000。ちょっと頼りになりすぎません、店長。嬉しい、店長もうエースあげる。つかの間のエースのさあげる、もつかの間エースでした。あの今ね、あの私だけプラスなんで、そうです、暫定エースです。暫定エースなんで、もうシビアに。確かに嫌だ、私がエースのチームはちょっと嫌ですもん、これちょっと。あの、私店長なりたくないんで。あ、店長さん。店長嫌です。あの、私、あのバイトでいいです。夏休みとか欲しいんでバイトでいいです。単の4曲、あゆちの親番、ドラはリャンピンです。ね、今、吉田ね、イース1から入ってたら1万2000報酬のところをね、危なかった。1万2000上がりましたからね。3層入れてピンフもつけて、数値ピン発も、うん、エースだ。エースのエースを上げようも、はい。さあ、今回どうでしょうか。ドラはリャンピン。あゆち整ってますね、うん、なんか。整ってますね。ハイファイがね、割とスタートダッシュ決めれそうな人が 2,3 人いるんですよね、毎回。そうですね、いいな。そうですね、サツキモリアンシャンテンですね。はい、吉田も悪くない、ね、ですね、まだトンバですね、うん、木原がちょっと苦しいか。チーソー入った、さらに全身相打ち。サツキもいいシャンテンですね、うん、中央いいシャンテン、形上は一応ちょっとなんか工夫したい感じですかね。そうですね、木原もこれで二面詰めできました。これでトン切るんで、吉田が泣か泣いた、泣きますね。吉田現在僅差の2着目です。さつきまでは700点差、ちょっと上下分かれた点数状況になっています、うん、ねえ、木原苦しいですね。さっきの親リーチが上がりたかったですけどね、はい、4万3万いった。
相打ち単位を確定させてドラも使ってっていう形ですね、はい、打点作りに行きましたね。さあ吉田はトンをポンしてこの形です。いいシャンテン両面両面、まあ、現状吉田が一番早そうですね、はい、安全牌中も置きました。1枚切れですね。相打ちもこれで赤あるイペコも狙えるイーシャンテン、サツキもこれで両面になりました。一つただまだ早そうなのは吉田、泣くことも可能です。あ、キハラもこれでイーシャンテンだ。ドラリャンピン、ペンちゃんカンちゃん気になるが、あ、おこれはイーピン、ドラ切りも辞さないということですか。そうですね、もうウーピンをウーピンにくっつけて3色にするか、ドラを縦に引くかみたいな、うんうんうん、まあまあもう大体ドラは切る方向で進めてますね、はい、お、赤馬も来た。これはリャンピンじゃないですか。赤とドラ交換しちゃいますか。リャンマンが2枚切れ、イーマンかリャンピン、打点打点作りに行くならイーマンですね。現在4着目の木原、ちょっと打点欲しいところですかね。ただここはリャンピン切り、うん、赤が来たならドラ切りも OK ということですかね。そうですね、単リャンマンの受け入れも逃さないよと、うん、さあ各選手イーシャンテンまでこぎつけております。あ、さつきちょっとね、吉田の仕掛けがね、テンパイ、テンパイローキャピン待ちです。吉田ローキューピン、あゆちがローピンあんこでしたっけこれ。そうですね、そうですね。ということはローピンもない、キューピンが山に2枚残っています。さつきも ね下に行くと5、6、7、3、色なんか見えるのかな。そ う,、ね、そうなるとね、かなりぶつけがいがあるんですけどね、はい、ただ吉田の上がり牌のキューピン現状使える人は誰もいません。あー、ここだ。ここは吉田かわして決まりました。トンドラ1の2戦点です。仕事しますね、仕事しますね。いやでもこれいいですね、実況解説席が今トップ争いをしているそうですね、確かにそう気持ちよくしゃべれます、はい、気持ちよくしゃべれますが、この後ね全員まだ親番残っております。木原愛内もまだまだチャンスがある。何の一曲ドラは何です。さつきの親番、月をこれでメンツはないもののピンズをちょっと厚めに持っている統一が3組、ドラの難もありません。なんか難しいですね。ちょっと難しいですね、まあ、とりあえず手なり、まあ、そうですね、手なりで端っこ切っていって、はい、なんとかまとめたいですね、うん、吉田2メンツありました、赤もある。そして木原は初統一で赤も持っている。あゆち、あゆちもメンツはない、ドラの難しいですね。ないか、うっすら2差しが、うん、3色もありますね。これで4統一になった。とりあえず自敗うーんね、でも重ねてトイトイも見て、そうなんですね、なるほど、うん、いろんな、まあ、人によって結構そうですね、シンプルにいきましたね、はい、吉田の手が進んでいく。キャラもね、ちょっと初泣いた2戦点はちょっと寂しいですからね、うん、ちょっと仕掛けづらいですね。うん、現在4着目、一回親番残ってるといえども狙えるところは打点を見ていきたいところでしょうか。そうですね、うん、はい、どんどん両面ができていく吉田、だいぶいいじゃないですか。え、でもこれ守備力どうするかってことですか。もう何切っちゃってますか。うーまく、うん、とりあえず、あ、なん、そう、うん、まだ重ねたいんですかね。これね、ドラがなんということで、あー、どっちか重なった、重ねた、先に切りたかったな、ね、重ねられるからね、重ねられる前に切れてよく言いますもんね。でも自分が重ねることもありますもんね。ね、自分が重なった時はね、めちゃくちゃ嬉しいですからね、うん、そのバランスが難しいんですよね。難しい、どこまで引っ張るか。そうそう、知識としては分かるんですよ、言ってることも分かるんですけど、はい、じゃあどうすればいいのって思いません、ね、そうそう、よく切れてます、はい、まあ、そこが面白いところなんですけど、うん、大人、はい、でもね、これもう吉田何出ますからね。なんでさすがにね、ここまで整ってるともう一
って進むとちょっと危ない。あ、もうキャランナンも出そうですね。まだ出ないかな、さすがに。いやでも今か今かっていう感じは受けますよね、なんか。受けますね。まだだ。受けますけど、でもやっぱキハラはもう満貫クラス作りたいので、うん、やっぱ何か重ねたいですね。自分のために。そうですね。仕掛けるなら何か重ねた時だけっていう感じのローピンですね。もうあとは基本面前で行く手組でだろう。そっか、じゃあ面前のリーチ宣言牌が何になるかと、はい、いうことですかね、うん。ありますね。その時に相打ちの手がどうなっているか、現在リアンシャン点です。さあさあ月もなんだか進まないですね。うん、親番ですけれども現在僅差の2着目のさつき。ロッソ。お、ドラ切らない方針ですか、うん、これもしかして。そういうことですね。メンツ足りてるんで、キューピンの方が重なりやすそうなんで、ジャンプを作りに行ってますね。うんうん。ドラはもう山にはありません。すごいですね。吉田の打点意識の高さが見えましたね、はい、今ね。チーム 4K は結構練習会とかしてたんですか？練習会結構しましたね、はい、その結構した結果が肩書きなんで、うん、だからジョーカーだけちょっと気になってたんですけど、岸さんジョーカーとヒーローはまああんまり変わんないかもしれない。なるほど、ね、どれがどうかは全然わからないんですけど、まあ、キムさんはエースはまあキムさんだしなみたいな、はい、リーダーだしなみたいな感じですかね。最初はエースを決める戦いで始めたんですけど、はい、あ、そうなんですか。途中からつまんないからみんなつけよう。あ、なるほど。いやでもいいなって思いました。お、珍しいシャンテンやった。来た来た。あれ、三色のいいシャンテン、さつき。いいですね、綺麗に作りましたね。ただドラはもう山にはない。吉田、いいシャンテンです。ドラ短切り地になりそう。うん、かな。そうですね。まあ、キューピンから入った時だけって感じですかね、うん、ドラが出るのは、はい。うちのチームもね、いっぱい練習したんですよ。そう。いっぱい練習した結果、うん、なんか仲良くはなりました結果には触れないんですか。結果仲良くなりました結果本当にあの練習会で役満出たり3倍満出たりして、なんでこれを放送できなかったんだって確かに私もありましたよね。キムさんが10万点どうそうそうそう、じゃあ本番も頑張ろうねって言って解散しましたでも本当ね、すぐ高打点の手出ますからね。ね、アカーリルールは本当にね、そこが面白いですかね。でも、そうですね、あ、切らない、もう切っちゃう、切らない、切らない。ですね。あ、そしてナンバックの仕掛け入りました。相打ちこれでいいシャンテン。いやこれどうなるんだろう本当に。手が先に進んだ方が勝ちみたいになってますよね、これも。でもさすがに相打ちの仕掛け見てなんでない？いやでもギャラテンパイしたら出ますよ。出ますね。でしかもサツキが今、うん、ハツが1枚吉田もキューピンから引いたら出るんで、あ、これは出る、あ、これはもう出ます、絶対出ます。これは何ですかこれは。絶対出ますね。オロチ含みのこれはもうですね、三色含みめちゃくちゃいいシャンテンになりましたが、そうウーパーソー待ち、相打ち、そう、キハラ、まあ、までも大体数層、まあそうなんですけど、あ、これポンじゃないですか、これがポンだそう、これがあるんですよ。そうなんですよ、なんですかこれ、もうピタゴラスイッチみたいにパーソー出てきましたけど押し出されましたね。押し出されたパーソー、ナンドラさん8000点、相打ちが木原から上がりました。うわー、ルミナスきついっすね。木原つらいですね、今 ね大物手リーチも追いかけリーチに上がられてしまい、うん、今もね、高打点のチャンスだったんですけれども、相打ちの8000の報酬となってしまいました。ちょっとね、3着までも遠くなっちゃいましたね、木原、これで。そうですね。さあ、何の2局、吉田の親番、ドラはウーマンです。依然トップ争いは吉田 VS サスキ、そこに相打ちも上がってきました。木原苦しいですね。うん、チームも苦しいですからね、ルミナス、まあ、とりあえず親番あるんで、うん、あ、相打ちいい、連射点だ、いい、すごい単位のリアンシャンテン、サツキもまあまあですね、うん、ドラと赤持ってますね。吉田は、吉田も悪くないですよ、悪くないですけど、ちょっと役牌重ねたいですね。そうですね、自牌置いていきます、うん、木原はダブナン統一です。どうですか、木原はダブナンは泣きますか。まあとりあえず泣くんじゃないですかね、まあ、赤がヒュッと引いて、そうですね、そしたら漫画ですからね、そのないこともあるんで、うん、やっぱ赤入ってるとその
微妙な時に仕掛けやすくはなりますよね。そうですよね。後から赤引いて点数上がるしね、はい、そうですね。勝手にね、勝手に高くなることありますからね、うん、赤ウーマン引けばもうね、両半アップ欲しいな、赤ウーマン。ただ持ってるのは、うちのチーム持ってました、すいません。持ってます持ってた持ってます、すでに持ってる。欲しがっちゃった、欲しがっちゃいましたね、ちょっとね、ありがとう。ただね、他の形が結構バラバラなので、そうですね、どうなるか。ちょっとね、やっぱスピードでは厄介を重ねるかしないとちょっと後手踏みそうですよね、うん、あ、これで相打ちがいいですね、イーシャンテン。サチがここで仕掛けました。ローピンチーはこれは単葉、単葉ですね、ドラを使っていく方針ですかね、うん、なんかちょっと形不安定なところから積極的にいきましたね、うん、4枚目のスーソー、4枚目のスーソー、とりあえずチャーですか。お、意見割れた、チームメイト。勘ですか。勘しちゃいます。お、勘だ。と、岸さんの意見が採用されました。ドラス、シンドラスーピンです。スーソー難関、シンドラスーピン。もう大体どうせ行きたいんで。うん。ドラの受け入れありますね。スーピン2枚乗ってるやないか。あゆちさん。おっと。これはあゆちゅうはリャンマンのポンテンとかも取りそうですね。取るかな。あ、まあポンテン取るかな。微妙ですね、取るかどうか。単葉ドラドラになっちゃうんですかね。そうですね、まあでもね、ウーアンだと漫画なんで、まあそうですね、まあ取るんじゃないですかね、とりあえず順番、ね、やっぱ仕掛けが一つ入って、アンカも入ってるんで、はい、このサツキがね、ピンズ6、7、8で仕掛けています。単葉3万、3万、そっか、でも数層なくなった瞬間、チーソー引けていい感じですね、うん、そうですね、サツキも。そう、数層がないんで、ソーズ2面積み込んでいいかな。うん、伸びないですもんね、うん、どうしたらいいんだろう、あれは。ただそう3万使い切るには、そうスチワン、まあ、スワン絶対引かなきゃいけないんで、ええ、ちょっと使いづらそうだし、うん、危なくなりそうなんで3万先切っちゃいましたね。じゃあね、3ピン周り特に数ピンとかに期待ですかね。そうですね、特に数ピンがいいですね、ドラになった、うんうん、吉田なんか不穏の空気を感じています、うん、これは。そうですね、ちょっとまずいぞとね、親だけどちょっとこれは無理そうだな、どうしようかなって思ったんですね。ですね、どこから備えるか。まずはチュン1枚切れの自敗をチョイス。木原は数層を暗冠してこの形です。これで難を内定の天敗も取れる形になりました。木原ダブ難はスルーですか。うーん、どうですかね、まあ1枚目スルーしてるんですよね。難1枚スルーしてますね、吉田がさっき切ってます。関してなん、ね、なん、まあ、あのさっきはね、ポンしてもテンパイ取れなかったんで、うん、頭がない両面両面の形になっちゃうんで、スルーがいいと思うんですけど、2枚目のダブなんだとどうですかね、難しいですね、うん、まあ、一応関してるんで若干打点もアップはしている。そうですね、この形からどうするか、何をポンするかしないか問題、うんうん、まあ、まあもうスルーするかな、うん、リーチ打ちたいですね、だいぶ。あゆちはドラと1固定しました。使い切る気満々。そして吉田も先ほど自家製トーンを重ねました。ここに来てちょっと形になってきた、なってきましたね。木原イーシャンテン、ダブナンは山に残り1枚。あゆちはシンドラスーピン2枚乗りました。単葉ドラドライーシャンテンです。そうですね、まあそうですね、うん、ドラ出たら、うん、さつきは単葉です。妄想も使えないけど、ここで話しますか。そうですね、はい、もうスッチソーがもうないですからね。さあ吉田、なんだかなんだか内側に寄ってきたぞ。赤い、赤い、赤いぞ。ちょっと嬉しい。あ、これチーだ。ここで相打ちチーが入りました。これでスーワン残しで、ウーパーマンマチー、単葉ドラドラ、3900点の転敗です。ウーパーマンはどうかな。ウーマンがドラ高めです。ウーマン、ドラのウーマン2枚残ってますね。2枚、パーマンがバニー2枚で誰か持ってますか。あ、じゃあ4ニアバだ、しかも高め2枚ある。赤ウーマンを石田が持っていますが、普通のドラ残ってます。これは嬉しいぞ。一気にアユチが来た。2戦4戦のつも上がりでアユチトップ目じゃないですか、これ。そう、タンヤをドラドラ、ね、ドラさん、あ、これね、思惑通りの数ワンの、やばいぞこれは。あ、ね、3ピン切り光りましたね、これね、素晴らしかった。
さあこれで本当に三つ揃いです。さつき、吉田、相内、トップ争い、ただ木原、今から親番です。どこまで回復できるか。何の3曲、ドラはリャンマン、あれ吉田マンガンを親かぶったことによって瞬間3着目じゃないですか、まさか瞬間ですか、瞬間ね、瞬間見た目やだな、この3着はちょっとやだろうな、やですよね、3万点、3万3000点、はい、3万1000点持ってて、うん、3着嫌です ね、上が近いだけに。いや木原さんいいですね、いいですよ、観浪馬も入ってドラ使われるようになった、あ嘘、ドラリャンマンだ、違う全曲ですね、さっきのドラが、ね、残像で残ってて、はい、残像で、はい、吉田って感じですね、松もしないで、はい、うん、まだまだ木原いいですね、木原がいいですね、はい、うん、あゆうちの本一、あゆうち掃除の本一ですかね、そうですね、ドラそばいいまんも切っていきました。さつきはドラを持ってきましたが現状は浮いている形です。さあ難しい、イーソーかチーマンか、うん、さあ現在トップ目はさつき3万4000点、2着目あゆち3万3000あ3万2000かな、さつきはさつき3万2000あゆち3万3000トップ目、さつき3万2000、吉田3万1300点、めちゃくちゃ競ってますね、1から3が1700点差です。ここであゆち仕掛けました、おたかぜトーンをポンして掃除の本一へと向かいます。うん、いいですね、うん、さあさつきはドラにくっつけたいですね、はい、吉田はまだメンツなし苦しいですが、ここは自敗切っていきます。さあ木原の進撃があるのか、ここは進撃するなら今ですよ ね、 そうでもここで行かないでいつ進撃するんだと、おあめちゃくちゃ嬉しい、さつきは顔面顔面 だドラにくっついた。吉田もここで一メンツ完成しました、自敗全部切り終わった。ここはまっすぐ4着落ちの危険がない分攻めやすいということですかね。そうですね、もういやでも木原の番か、そうですね、親にだけは打ちたくないですけど、うん、ちょっとでもねやっぱ3万点持ってたらトップ狙いたいですよね。そうですよ、何よりもラスト引きたくないようにトップを取りたいですね。 うちはもう借金してるんやっていうことですね、マイナス144.4 悪くはない、とりあえずパーピン、まあそうですね、パーピン切って、うん、ジャントがない形のリャンシャン点、ドラ重ならないかな。そうですね、ドラ重ねたいですね。あードラが押し出されていく、ドラが押し出されていくけど今なら大丈夫、木原いいシャン点です。ボロチにもなるかもしれないし、はい、そして相内シャアをあんこにしていいシャン点ですが、シャアもおたかぜなんですね。さつきのリーチ来たぜ、ピンクドライチイースーマン待ちです。めちゃくちゃ上がりたいところですね、ここ。めちゃめちゃ、あこれ危ないんじゃないですか、今もしかしたら、あ危なくない、危なくない、もう危なくなかった、終わらし勝負でいいと、そういうことですね、ということですね。ちょイースーマン、これイーマン2枚ですけど、スーマンが3枚いません、結構いる、こんないなさそうなのに、あテンパっちゃった、テンパっちゃった大先輩ですね、あいつ勘違いそう、しかもちゃったって言っちゃった、やっぱいいんですよ、市場は挟んでもいい、しかもしかも真相の3枚いますね、しかも愛知小数詞移行もありますよ、これうっそ、トンポンしてる、トンポンして何ポンして、 そうですね、ありますよね、本当だ、でペータン機にする道があるのありますよね、道はしかも絶対ナチュラルに泣きそう、泣きやすいですね、もうローソンも現物だし、愛知カンウーソに変えました、あ今取った、今取ったですね、あでもこれで、あこれ小数詞3枚目が出ました。あゆち乾燥待ちになりましたけど、乾燥層が今通ったところだ、山に3枚残ってる、しかもこれ3枚、しかも3枚残ってる、赤もいる、います、ね、木原は進撃、進撃、あ両面、あ両面になった、さらにパワーアップ、乱層もこれいますよね、乱層も3枚いますよ、これどういうこと、6枚、6枚やば、え6対5ってことですか、今現状6対5、優秀すぎませんか、皆さん、6対5ではない、1、2、3、4、5、 6, 6対4になった、6対4、三原さんが1対4、いやすごいすごいすごい、えうわ、しかもね愛知ね、ダブナンポンで打点が上がりますからね、劇的にアップしますからね、あーつかむ、ここは愛知の勝ち、つかむ、さあここは本一3200、そうですね、天板にして3200点の上がりです、近年稀に見る内定の負の高さ、これ3200点、すごい、50分なかなかないですよ、ね、内定出上がりで50分ってなかなかないですから、ね、そうそうそう、はい、積もったらまだ、
さあ、何の4曲、オーラスです。相打ちトップ目で迎えました。現在の点数状況を確認してまいりましょう。トップ目相打ちが36,200になりましたかね。37,200点、そして2着目が吉田31,300点、3着目相打ち27,800点、そして4着目の木原が3,700点という構図になっております。いや、めちゃくちゃ痛いですね、今のおさんは。はい、さつきさんは痛いね。イースーマンめちゃくちゃ良かっただけに。いや、本当にもう積もったらほぼトップ確定みたいな感じなんですけど、はい、まあ、それは言い過ぎか。いや、でも本当に大チャンスでしたよね。さあ、そしてじゃあ逆転条件見ていきますか。ちなみにドラは9万です。まずは2着目の吉田相打ちまでは5900点差です。相打ちが親番なので、1000、2000条件ですね。 OK ですね、はい、そしてさつきから相打ちが9400点差。はい、うんうん、9400点差。まあ、万願クラスですかね。まあ、そうですね、万願ですね、という感じですね。木原はちょっと着ジャンプ厳しい。素点を稼いで終わりに行きますか。そうですね。あと、なんかトータル考えたりとかってします？いやー、まだしないんじゃないですか。まだそんな時期、そうですね、一番勝ってるチーム 0.3 ですしね。そうですね。敵ここじゃないかもみたいな。はい、確かに確かに。はい。さあ、いやー、トップ取りたいなー。相打ちはね、脳天で手配をすればトップで確定なので、もうちょっとね、安牌を残して守備気味な進行にしてますね。なるほど。となると、これが最終局になりそうですね。そうですね。相打ちが早い順目でサクッと点が入ってる。そうですね、うん、かなり最終局になりそうです。木原、これで4統一、うん、チート一か三色か、うん、三色かな、三色なんですね。これもね、いや、気持ちと裏腹に手はできていきます ね、うん、そうですね。結構相打ち、さつきはマンガンクラス欲しいが、ちょっとまだ足りないか。そうですね、ちょっと急走の統一落としをして単妖にしてみたいな感じじゃないとなかなかなりづらいですかね。はい、木原もね、もう金符でもいいかって。うん、そうですね、まあ、うん、徐々にハードル下がってる。確かに、これ以上の被害をね防ぎたい。相打ちが一瞬的になった。あ、木原ペーチャーだったんですね。はい、はい、相打ちもそう。これもう一回親でサクッと上がっちゃうと、もう無双タイム入るんで。なるほど、それもありですね。さつきは打点が欲しい。さつきもね、難しいですね。ドラ引きに備えるチーマンを切りたくないか。3色は5、6、7。じゃあ換算品払っちゃいます。単野を突きに行きます。いろいろありますね、これ。いろいろありますね。でもドラ9万か、うん、難しい難しい。3ね、三蔵か連品数品かチーマンか急走か、めちゃくちゃ何でもどれだ。めちゃくちゃ、いや、難しいですよね。だってね、じゃあ三蔵で連品積もうだとね、うん、ちょっとそうですよね。あ、数品からいった。いった、まあ、いらない、はいはい、一番いらないターツがそこだっていうことですかね。単妖にするというよりは、はい、うん、なんでしょう、吉田の手が赤赤ドラなのに全然テンションが上がらない。そうです。うちの店長ちょっとね、そうですね、打点の元は持ってるんですけど ね、ちょっともう今映ってないけど、うん、何シャンテンか数えるのもやめましたから ね、 そうですね。ちょっとね、数えたくなくなっちゃいますね。ポツンってしてる範囲多すぎますからね。そうそうそう、次映りますよ、ほら。はい、何シャンテンですか、うん、これいっぱいだ。4シャンテンになりました。はい、今2トイツになったと。とんでもない。あ、1、2、3、3色の種がね、これでできましたね、イシャンテン。さあ、相打ち、すぐ3品引いたらどうですかね。リーチありますかね。あ、行くかどうかですね。後継なら行きますかね。今ならまだ行きそうな気はしますね。それやっぱり他の人の動向を見てっていうことですか。まあ、そうですね、一応まあ補充すると3落ちがなくはない。サツキからリチャ行ってサツキに万願とか補充すると1から3になっちゃうんで、それはちょっと避けたいので、ね、でもね、メンタンピンツモの2600ホール上がったらもうほぼほぼ、はい、ね、いうトップが確定して、もうちょっと無双タイム入れるかなみたいな。なんか性格出そうですね、これ。そうですね、その何巡目までとか、まあ、ホッターチャがどれぐらいなんか危なそうになってきたらっていうのがまた結構曖昧なところになってくるんで、その辺が正確で、だいぶ、ね、ダマ点で2900上がるのも
ちょっと大きいですよね。まあね。種が。お。うわ、でもこれどうだ、どうだ、難しいですねこれ。これ難しいですね。これ難しいですね。何これ。まあ、いやでもこれ三色なりそうでならないじゃないですかこれ。どうしたらいいのこれ。三色にするためにはもう一手必要になっちゃうんで。ですよね。そうだから。三色はならないですね。カウマン引きかな。まあ、でもマンズを触るのはないんで、急走かピンズかですね。そう、どっちかですね。いいシャンテンですが、打点条件入ってる。ただ2着に上がるのはサツキ、割と簡単ですかね。3500点差、はい、まあ、それもまあ視野に入れてですかね。うん、もう急走ここからぶっ壊しに行くほどじゃないだろうということですね。まあね、赤馬引いたらねもう確定ですからね、はいはい、激アツです、うん。まあ、できればこの孤立してるリャンマン重ねて単葉にしたいですね。あ、そっちの打点アップですね。単葉、はい、をつくともうそれだけで黒馬でも OK ですからね、はい。あ、お、進撃ハラさんがこれでペーとパーピンのシャンポン持ち行きました。バイチのペー、さあみんな困れ、バイチのペー、バイチのパーピン、そうですね。山に2枚残ってますね。ペーとパーピン1枚ずつあるか、うん、あります。何がいいね、サツキの山は危なかった、ね、危ないですよ。カニハンマンストライクありましたよ、あれ。危ない、サツキ行きやすいですからね、もうこれ、うん、もうこの曲で、ね、うん、終わりがほぼ決まっちゃったんで、そうですね、うん、もうこれね、アユチがあそこのリーチに押すことはないので、うん、しかもサツキ、木原に1万2000打っても一応3着なんですよね。来ました、来た、ウッパーマン待ち、サツキが粘る、よし、ウッパーマン結構いるんじゃないですか。あんまりいないな、ウーマンがないですね。ウーマンが、赤馬、赤馬がいますね。1枚、ウーマンが1枚、1枚だけ、え、ん、あ、違うか、2枚だ、2枚いますね、うん、赤ウーマンと黒ウーマン、赤ウーマンと黒ウーマンと、はい、パーマンが1枚だけ、パーマンが1枚、うん、8はいらない。あ、パーマンね、もうないんじゃない、一発で引けず、パーマンない、パーマンないです、2枚使われててドラヒトとして始まります。もうちょうどいいですね、はい、休みがなくてね、高めしかない、迷うことがない、チームメイトがポジティブ、ちょうどいい、いいですね、うん、遅い、そうなんですね、一番寒いのね、パワー1で上がりして裏の方がないっていうのが一番寒いんで、ね、さあ2件リーチ挟まれた吉田、ここは守りましょう。イーマンでもこれね、サツキに上がられても3着落ちはほぼ確定なので、ほぼですけど、そっか、連品2000点があるのか、そう、そうなんです、あ、2000点3000、あ、ダメだ、そうなんですよ、直撃は、ね、はい、そうですね、ダメなんで、そう、2対2ですか、2対2、はい、2対2、吉田はもうお祈りですね、ね、お祈りタイム、うん、お二人さつきさんはしてますもんね、ラザキハラさんはしてますもんね、あの市場も入ってるんで、はい、なんかいい横移動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 、さつきが掴むんだけど、さつきさんが掴む、そうそう、確かに、そうですね、いや大丈夫、いや積もられてもいいよ、木原さん、木原さんが上がれば4K の勝ち、木原さんが上がれば、さつきさんが上がれば 4K の勝ち、あ、でも赤ウーマン残ってるでしょ確かに、あと1枚、確かに裏ドラ必要ないやつが残ってますね。エース、そうだ、エースは引けるぞ赤ウーマン、これエースじゃないわ、スター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 スタもうやめますよ、ね、めちゃくちゃ間違うんで、設定が設定、まだ覚え切れてないんです、ちゃんとあの設定ちゃんとしてからしてください、そうですね本人たちもここでなんだっけって言ってましたからね、赤ウーマン、あと2回ずつつも減らないですね、木原の、なんかちょっとそろそろパッピンカペイかね、ねさあ、え、手詰まってる、ね、手詰まってる、手詰まってもでも手詰まってる、切りはしない、うん、あ、ドラの9万ね、大丈夫ですね、短期が当たらないやつですね、うん、どうなの、さあさあさあ、ウーマンだけは、他の人のウーマンだけはやめて、赤ウーマン対スタイルとんでもない、リーチツモイペイコアが、リーチツモピフイペイコアが2004000、サツキが決めた、なんかね、いや木原さん押したんですけど、はい、スター引くなって思ってました、いや雰囲気ありましたよね、雰囲気はあった、雰囲気あった、いやー、サツキが最後見せました、女性陣の追い上げが凄まじかった、この第10回戦ですね。さあ結果確認してまいりましょう。トップがオーラス大逆転、サツキマリコさんから1は非常に偉いです、めちゃくちゃ偉いですね、 4K おめでとうございます、そして2着がア
相内よしえチーム松屋、そして3着、3着かうち恐れていた恐れていた3着チーム吉田、いやの吉田さんちょっと呆然としてますねこれね。そして4着苦しかったチームルミナス木原浩一ということで、負債を背負ったチームがさらなる負債を背負うという吉田今の3着つらいですね。いや、やだ私だってやだ、ね、3着やだ、ね、何人局親番トップ目でしたからね。本当ですね。それじゃね、この後はじゃあ選手の皆さんにお話を伺いたいと思います。各選手インタビューともあります。はい、では4着木原さんからお願いします。はい、汚い麻雀をしてすいませんいや、すいません、いやちょっと厳しい展開だったんですけど、相内さんの中でいた関三腕のやつは、そう、さつきさんがウーマン統一かもって思ったらスチピコテの方が良かったなと、ちょっと手拍子でそのまま打っちゃったんですけど、あれがなかったら僕がウーマン引いてリーチでどうなったか分かんなかったんで、ああいう細かいやつを、まあチャンスは少なかったんですけど、まあ全部チャンスはなかったわけじゃないんで、失敗したなと思いました。はい、チームメイトの皆さんには申し訳ございません。はい、ありがとうございます。では3着吉田さんお願いします。はい、そうですね、トンバとナンバでね、合わせて1万点かぶったらまあ大体3着ぐらいですかね。はい、最後この3品、1個前の3品で配定をずらしとくぐらいはやる人がいるのかなぐらいですかね。僕はあんまりごちゃごちゃしない方なんでっていうぐらいですね。はい、内容は満足してます。はい、ありがとうございます。では2着相内さんお願いします。はい、最初3000億戦2人に引かれて、ちょっとラスか3着かなって、木原さんと戦うことになるなって思ってたんですけど、結構ラッキーな展開で最後オーラストップ目で迎えることができて、最終ハンちゃんはまあ私の立場からすると結構配定ずらしする人が多いと思うんですけど、できる場面がなかったので、まあこれはもうしょうがないかなと思って2着で、まあラッキーなハンちゃんだったなと思います。ありがとうございました。いい、はい、ありがとうございます。いい、いい、漫画を応じて、漫画を応じてね、なんね、はい、では最後オーラス、はい、逆転トップ、さつきさんお願いします。はい、大好きはい、え私舌打ちよくないですよ今は笑ってあげるところだよね。今はそうです、そうです、ありがとうございます。700点しかないと笑えないんですよね。3も700点足りなかったです、うん、3万点にすみません。そう、はい、元気を出していきましょう。なんだろうな、まあ、なんかとにかくついてたなという印象です。なんかあるかな、あ、最後これ木原さんからカーワンの方が出ると2000点なのでちょっと上がらないつもりだったんですけど、どうかなと思ってちょっと2着にもなれないし、でも裏ドラにかけて上がった方がいいのかなとかちょっとよくわからないまま、結果赤ウアンがいてくれて本当良かったです。あとは特になんかずっと大体手なりなことが多かったので、でもトップ取れて嬉しい。以上です。はい、ありがとうございます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。